ピピピピ。BGM どうしようかな。皆さんこんばんは。はい、みんな始められた？ピカさんも大丈夫ですか？うん、始められた。はい、じゃあ皆さん飛び湯に。飛び湯に。はい。3月24日の飛び湯にのお時間でございます。教師会の天羽よつはです。はい、今日は、はい、レジスタンスアバロンやるよー。はい、イエーイ、イエーイ、はい、ヨツハ推し企画、そうです。この中でね、ルールを知ってるのは数人しかいないこの新しいボードゲームを今日はみんなにルール説明しながらやっていこうと思います。はい、みんなね、知らないと思うのでリスナーさんも含めてのんびりやりましょう。はい、お願いします。はい、じゃあ上から、あ、やっぱ下か、今日下から、エディスコード下から自己紹介お願いします。はい、どうも、赤月さくやです。おはようございます。飛び湯に。おはようございます。飛び湯に。おはよう。言いませんが、あと6時間で何かが起こりますので、おめでとう。おめでとうございます。ありがとう。おめでとう。おめでとう。あざす。はい、ライトです。何かは分かりませんが、6時間後、お祝いしたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。ピカ、まあ、こんばんは、ピカクロスです。今日は遅刻する予定だったんですけど、遅刻せずに登場することができました。やったぜ。嬉しいです。やばです。頑張ります。お願いし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 ます。はーい、寺蔵でーす。なんだろう、チャーハンと餃子食べました。いいなー。いいなー。お願いします。お願いします。お願いします。トビユニーやっちゃんです。念願のアバロンができて嬉しいです。お願いします。お願いします。どうも、藤宮です。僕も餃子を食べてました。お願いします。お願いします。吉田に大好き。一緒に住んでる、はい、餃子人間で。餃子フレンド。トビユニーやとのこです。久しぶりにトビユニー来ました。よろしくお願いします。久しぶり。お願いします。トビユニーのすけです。私事なんですけども、なんか配信で、なんか味方にね、ノラの味方にキャリーしてもらった時に、キャリーパミュパミュって言って、キャリーパミュパミュと同棲してるっていうネタがあるんですけど、僕の中で、キャリーパミュパミュのファンの人に怒られました。お願いします。そりゃそうだろうな。すいません、本当に。当たり前じゃん。怒られないと思ったのか。はい、どうも、慎太郎でーす。ここ1ヶ月の中で一番頭が冴えてます、今この瞬間。お願いします。何があったの。そうなんだ。いや、あの、よく寝れました。あー、眠りつけよかったな。あの後寝ました。素晴らしい。はい、ということで今日はここの9名でやっていきたいと思います。おい。はい、ではまずはね、レジスタンスアバロンというゲームについて説明していくので、みんなイエーイを開いてくださいね。何それ。イエーイ。はーい、なんかあるの。何これ。何これ。はい、じゃあ僭越ながら説明していきますが、まあ、最初に大まかな説明をすると、誰も知らない、誰も死なない人狼みたいなゲームです。うん、みんな人狼は得意だよね。はい、ね、うん、得意やで。そうだよね。得意やな。はい、じゃあ2ページ目に行きますよ。はいはい、目次はこんな感じになっております。はい、3ページ目飛んで。ああ、はい、先生や。先生、早いです。どんなゲームなの。はい、じゃあ慎太郎さん読んでください。あ、朗読、丸まで読むやつ。丸まで、どこまで読むか聞かないと慎太郎さんから。お前どこまでですか。びっくりマークまでなのか。いや、まあ僕は太っ腹なので全部いきますよ。おい、正義陣営、正義陣営と邪悪陣営に分かれて行う正体陰徳系のボードゲーム。途中脱落がなく、最後まで全員でプレイできるよ。はい、合っております。そういう感じですね。このゲームでは、人狼とか、村とかではなく、一応正義陣営と邪悪陣営という陣営に分かれてることになってます。はい、では次のページどうぞ。1、ゲームの流れ。
じゃあこちら、畑迫。あ、読み捨てなんだ。丸一チーム編成。リーダーは遠征に行くメンバーを指定するよ。決定権があるリーダーは順番に回ってくるよ。丸二、可決投票。過半数の可決でチームメンバーが確定。否決された場合はリーダーが変わって丸一からやり直し。否決が5回連続で続いた場合、邪悪陣営の勝利になってしまうので注意。遠征、丸三遠征フェーズ。選ばれたメンバーは遠征に行くよ。正義陣営は成功のみ選択か。邪悪陣営は成功と失敗を自分で選ぶことができるよ。一人でも失敗を選んだ人がいればその遠征は失敗だ。失敗を選択した人数は全員に開示されるよ。はい、うん、よく読めました。こちらがゲームの流れとなります。まあ、この後に実際ゲーム画面を映すのでその時より、わかるかなと思うんですが、このゲームは、まあ、その遠征っていうものに、メンバーを選出していくよっていうゲームなんですけど、例えばじゃあ今回の遠征は、慎太郎、之助、畑迫で行ってくださいと。ロジョ、うん、はい、決まった場合その3人が遠征に行くフェーズに入ります。で、3人は、正義陣営だった場合遠征を成功することのみ選択可なんだけど、もし邪悪陣営の人がいた場合は成功失敗両方選べます。じゃあ例えばのすけが邪悪陣営で、失敗をしてその遠征フェーズが終了したとすると遠征失敗っていう感じで結果が表示されます。ほう、うん、かつ、失敗人数1、失敗1って出るかな、うんうんうん、つまり3人の中に1人だけ失敗を選んで帰ってきた人がいるよっていうのがみんなからして分かるよっていう、そういう感じです。なるほど、はい、まあやれば分かると思うので詳しくは後ほど。では、はい、次のページ。じゃあこちらを、はい、のすけ。わかりました。2、陣営と勝利条件。正義陣営、村人陣営。勝利条件は全5回の遠征中3回以上を成功させること、かつ邪悪陣営のアサシンにマーリンを暗殺されないこと。マーリン、邪悪陣営、人狼陣営、勝利条件は、全5回の遠征中3回以上を失敗させること、または、正義陣営のマリンネを、見破り暗殺すること、または、5回連続でメンバー決定の可決投票を否決させること。難しい。可決を否決させる。なるほど。ちょっとここ難しいんだけど、村人陣営の勝利条件が勝つっていうところに注目してほしいんだけど、例えば遠征を3回以上成功させても、その 村の中にいるね占い師みたいなポジションの人がいるんだけど、その人が邪悪陣営から透けちゃったりバレちゃったりすると遠征が成功してても負けになっちゃう。うん、この2つが成り立って初めて村人陣営の勝ちになります。はい、はい、はいはい。で、邪悪陣営は、またはなのでどれか一つでもこの中の、条件を達成すれば勝利になるんだけど、遠征を失敗させるか、村にいる占い師を見破るか、メンバー決定の票を全部否決させることです。これもやれば分かると思うので大丈夫。はい、じゃあ次、3、じゃあこちら藤宮。はい、正義陣営の役職。レジスタンス。何の能力も持たない。推理と勘でマーリンを秘匿しつつ正義を勝利に導こう。はい、マーリン。モードエイト以外の邪悪陣営を全て知ることができる。自分がマーリンであることがバレてしまうと暗殺されて正義チームが負けてしまうので、正体を秘匿しながら勝利を目指そう。パースボール。マーリンが誰かを見ることができる。ただし邪悪陣営のマーグランも周りに見えてしまうので、どちらが本物のマーリンを見極めて秘匿を援護しながら勝利を目指そう。すごいなこの流れ。マジで入ってこんだこれ。何も入ってこんだ。この流れにしたの好きやぞお前。ボリュームか。ボリュームは。もうがなんかめっちゃ。
はい、こちら村人陣営の役職3種類書いておきました。まずレジスタンスっていうのがまあスムラかな、うんうんうん、でマーリンっていうのがさっきも言った占い師みたいなポジションなんだけど、もうゲーム開始直後に、誰が、その邪悪陣営かっていうのを全て把握することができます。ただしその把握してることがバレてしまうと暗殺されちゃうので、最後にでその暗殺されると、正義チームが負けになってしまうので、自分がマーリンであること、邪悪陣営分かってるよっていうことを隠しながら会議でみんなを導くっていうのがこのマーリンの仕事です。なるほど、うん、分かってるけど分かんないふりしながらみたいな。そう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 、で、もう一人パーシバル、これは、マーリンが誰かということを把握することができる役職です。ただしこの後説明する邪悪陣営にモルガナっていう職業がいるんだけど、その人もマーリンに見えてしまう。つまりゲームが始まった時にこの人がマーリンですよっていう人が2人現れます。どっちが本物のマーリンでどっちが邪悪陣営のモルガナかっていうのはその人からは分からない。うん、うん、なので会議からだったり、遠征の情報からどっちが本物のマーリンでどっちが、モルガナなのかっていうのを推理しながら、秘匿を援護するっていうのがパーシバルの役職です。なるほど、うんうん、はいはい、 はい、次じゃあ7ページ目こちら寺蔵くん。邪悪陣営の役職はい、ほう、何の能力も持たない。モルガナ、正義陣営のパーシバルにマーリンであると表示される。邪悪陣営オベロンを除くを知ることができる。うまくマーリンを演じ敵を混乱させよう。アサシン、マーリンを暗殺することができる。邪悪人狼 A、 またかっこオベロンを除く。この人はなんか仲間外れなのかもしれないを知ることができる。遠征が3回成功した場合に発生するアサシンフェーズでマーリンが誰かを見破り暗殺できれば邪悪チームの勝利となると。うん、うん、モードレット、闇の衣にありマーリンに対して正体を秘匿することができる。邪悪陣営オベロンを除くを知ることができる。そしてオベロン、他の邪悪陣営がわからないし他の邪悪陣営からも仲間であると認知されていない。マーリンには正体が露見してしまう。はい、よくできました。オベロンよくわからんな。そう、オベロンは私もあんまり経験がないんですが、こちらが、邪悪陣営人狼陣営の役職を書いておきました。まあスパイっていうのがまあスムラバージョンみたいなね、人狼のスムラバージョンみたいな、うん、はい、うん、でその他は、さっき説明した通りです。まあやればわかる、うん、ということで、まあ早速じゃあやってみましょう。おい、はい、はい、わかんなかったらねこのレジュメチラチラ見たりしながらやってみてください。1回目はチュートリアルのようにやっていきたいと思いますよ。はい、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 何か質問などある方はいますか。今んとこない。大丈夫。はい、まあ。やってたらきっと出てくる。うむ。うん、今回、うん、役職配分の中に、うん、モルガナはいないんですけど、はい、パーシバルにはモルガナはマーリンしかいないけど、これどうなる。そうだね。そういう今役職にしてみたんだけど、もこれがね、いろんな役職ができて、例えばこれ。モードレッドって私説明書いた。あ、書いたな。うん。あったよ。うん。ちょっとね、これモードレットやったことないけど不安なんですよ、これ。いや、これでやってみる。闇の衣もまといたい、みんな。更新か。まといてー。うん。じゃあこれでいこっか、早く食配分は。はい。じゃあ、さこちゃんのすけが準備完了してもらって。あー、ごめん。はい。はーい。なんか最初から役職配分変わったこれ。変わった。今ね、モードレット ×1 って一番最後に表示されてない？あれ？ 1、2、3、 更新したらいいですかね、多分。あ、そんな、はい、準備取り消し、準備完了、切り替えると変わるよ。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。ごめんね、じゃあみんなもう一回ポチポチしてください。ポチポチしました。すげえ、勝率が逆転してる。なんか、飛びユニの新しいメンバー入りました。やばいやばいやばい。なんか俺っぽいからやめてほしい。俺っぽいからやめてほしい。はい、いいですね。じゃあ始めていきます。はい、まずえい、今ゲーム開始されました。切り替わったかな、画面が変わった。はい、そしたらじゃあまずこの画面の説明しますね。
まず一番上、今回の役職配分は、さっき表示されていたものと一緒。カーソルを乗せると、どんな役職かっていうのも表示されるので、分かんなくなったらカーソル乗っけてみてください。はい。はい。で、今回は時間は気にしなくてよくて、左側のこの四角で囲まれたところに、遠征成功3分の0、失敗3分の0、秘訣回数5分の0って書いてあります。これはゲーム内で実際に成功すればこの数字が1になるし、失敗すれば1になるしみたいな、ここで一覧で書いてくれてます。で、その横の遠征人数、これが遠征に行く人数そのまま書いてあるんだけど、今1ターン目に遠征に行く人を3人選びますよ、2ターン目は4人選びますよ、3ターン目は4人選びますよ、4ターン目は5人以上選んでください、6ターン目は5人選んでくださいっていうのが書いてあります。後半むずそう。はい。で、その下、順番、プレイヤー名、陣営、役職って書いてあると思うんだけど、この順番はランダムにまずみんなが、順番付けされます。この上から順番にリーダーが回ってくるって覚えてるといいです、はい、今回のリーダーのすけだね、だからね。なるほど。はい。で、陣営のところ、自分の文字が青かったら陣営でいいかな、で赤かったら人狼陣営になってます。はい、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 こんな感じで、じゃあ、のすけ、今回はリーダーのすけです、うん、のすけが今から遠征に行く人を3人選びます。オッケー。じゃあ、はい、まあ上からのすけ、慎太郎、藤宮で遠征に行こう。はい、はい、じゃあ上3人選んで、決定としますね。決定としたらこんな感じで、うん、見えたかな、みんな画面が切り替わってるかな、多分僕が選出っていうところに丸がねついてるんやけど、うんうんうん、そうで、この3人のね、メンバーどうするかがしたよね、この下の。そうで、この後に、いきなり3人で遠征に行くのではなく、この3人で遠征に行ってもいいかどうかをみんなで投票します。へー、うん、この3人で、あ、そう、できる、ダメっていうこともできるし、半数以上が否決した場合はリーダーが次の人に行ってもう一回選出から始まります。あー、なるほど。うん、じゃ試しにみんな反対をしてみようか、うん、おい試しにね。あ、そもそものすけが信用できねえからな。嘘やろ。はい、否決されました。すると左上の四角の中、否決回数が5分の1になったのがわかるかな。はいはい、うん、このまま同じように否決が5回連続で続いてしまうと、邪悪陣営の勝利になってしまいます。なるほど、うん、気をつけなきゃいけないね。じゃあ次、リーダーが回ったので、慎太郎さんが遠征に行く人を3人選んでください。はい、ではピカクロスさん、ヨツハさん、テラゾウさんで、はい、行きます。送る送る送る。これできてる、確定みたいなことがある。あ、はいはいはい、OK。 じゃあもう一回同じこと、投票を始めています。これはじゃあおのおの好きな方でいいかな。はい、で、これ全員が投票し終わったら画面勝手に切り替わります。うん、はい、ということで今回は、過半数が丸を選んだので、この3人で遠征に行く、今遠征フェーズに入りました。遠征に行った人たちは、下に遠征メンバーに選ばれましたって書いてあるんだけど、そこで遠征を成功させる、人狼陣営がいる場合は失敗、妨害させるっていうボタンがあるかな。どちらか選びましょうか。じゃあ、え、ある、失敗してるか、ね、慎太郎にはない、今言った3人、そう、3人にしかない。誰だ。はい、ということで妨害1で帰ってきましたね、今回。あらあらあら、つまり選んだやつが悪いんじゃねえのか、おい。さっき言った3人の中に少なくとも1人は、邪悪陣営がいるということが分かりました。ノスフジテラの中にってことね。そうです。いや、あ、違う、ピカヨツテラ、ピカヨツテラ、違う違う、あ、ピカヨツテラ、そうそうそう、2回目だね、ピカヨツテラ。1の2、慎太郎っていう欄を見てもらうと丸がついてる3人がいるでしょ、下の方に、はいはい、この人が遠征に行った3人で失敗1が上がってるから、
この3人の中の1人が、邪悪陣営ですよってことです。じゃあね、この横の×丸は投票の秘訣、可決の。そう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 。じゃあこれを踏まえてリーダーが切り替わりました。今度は藤宮が4人選出する時間です。はいはい、はい、これここはね、遠征を失敗しちゃうとね、この上に書いてある遠征人数っていうのが変わっていくよね。そうなの。成功するか失敗するかで変わりますね。結果が出れば次のターンっていう形になるから。さっきのすけさんが選出したけど、あの前から拒否されちゃったので、それであの変わらなかったってことですね。うん、うん、全員から拒否されちゃったんで。いやいやいや、これは長いよつか派のいもう指示なんでね。はい、これで問題ない人は丸、反対の人は×。ちなみにこれは何で選んだかとかを喋っても全然大丈夫だよ。うんうん、うん、けどそういうところから詰めていくような感じのゲーム。そうそうそう、議論的には。議論時間とかはなんか決まりがあったりするの？遠征フェーズは黙ってた方がいいけど、それ以外は基本的におしゃべりいいかもしれない、してても。うん、うん、議論時間等々 あの定めはないんですけど、まあ説を持ってって感じでやりましょう。はい、うん、なんとなく分かってきたぞ。分かってきた。適当にやっちゃった。いいんだよ、最初だからね。まあ、のすけさんやるからバスでやろう。なんでやねん、おかしいおかしいおかしい。俺がもう全員生きて返すから成功を導く。はい、さあみんな丸に押す、丸押しましょう。おーしゃーしゃーしゃー。はい、今が遠征フェーズ、この投票が過半数以上集まったら、はい、下に現在遠征中って文字が他の人から出てるでしょ。押せてんのか。そうで、今遠征に行ってる人は可決、なんだっけ、成功させる失敗させるみたいなのが出てるから、失敗だよ、選んでもらう。あらあら、あら、おい、あら、おるぞ、待って、これ結構状況的にやばいな。そうだね。つまり、左上の四角の中見てもらうと、今遠征失敗回数リーチ来ちゃってるので、うんうん、ここからは村人は何としても成功できるメンバーを選ばないといけないです。でも村の中にはマーリン、パーシバルっていう役職持ちもいるので、その人たちがうまく議論を回せば、成功の人だけを選べるかもしれないね。よし、じゃあ、頑張ってくれ。むず、頑張れ。何目線？お前に頑張って。周りを演じようと思ったんだけど、ちょっと。あ、これ自分でもいけるんだね。あ、もちろん、自分を選ぶことはできる。うん、あ、自分いけるんだ。そう。じゃあ、のすけ、のすけは信用しないって。なんでだ。やった方がいいですよ、僕。あ、僕信用しないんだ。誰？あなた誰？あ、まあ、あの3人の中に1人、この3人、4人の中に1人いることは分かってるから、うん、みたいな、うん、そういうやり方はできるかもね。あ、本当ライト君だけ示されてなかった。ごめんね。本当に。やばいやばい。だいぶ上がってきた。あ、そっか、ごめんごめんごめん。そう、で今が選出メンバーでいいですかっていうターンなので、うん、賛成、反対を選びます。悩んでいるやつおるな。誰や？おるな。悩むってことは白側じゃないの？確かにな、悩んでるわ俺。難しいな。どうしたらいいんやろ。白アピがすごい。人生の岐路に立たされてるわ。アックンがレジスタンス陣営だとすると、モルガナは多分反対してくるよね。そうだね、うん、知ってるからね、アックンはレジスタンス側だって。でもだったら議論でもうちょっと言ってくんないときつくない？そっか、 これ選択した後変えれんのか。あ、これ負けたらもう終わりやからな。そうだよ、うん。まあでも結構失敗続いてるから、ここで成功したら結構か白が出ると思うから、俺は。うん、もう逆に生かすのもありかもしれん。まあでもここで成功したらほぼ一旦メンツは全員白っていうことだよね。そうだと思う、そうだと思う、うん、そうそうそう、ここ絶対妨害するから。だから俺目線はライト君が黒になる。いやーでもなー、 それ強いの、うん、これってさ、さっくんはさ、自分さっくんはとさこライトの中に、あーでもわかんないか。ピカヨツテラから一人選ぶべきなんじゃないかなと思っちゃうな。その、はいはいはい、考えると、
あ、まあね、そしたらそういう意見を出してじゃあ一回反対で流してみようっていうのもありだよ。うん、うん、一番最後に押したボタンが反映されるので、だからここ一回流して丸入れてる人見るとか、あ、そうそう、あり、投票を見るっていうこともできる。あ、なるほど、これ見れるんだ、できる、なるほどな。あれ、いいよ、まだ全員押してないね。何を考えているのか気になりますが、押し忘れてる人いるじゃん、左下に賛成か反対が出るから、それをどっちか押したらいい。うん、押してね。悩んでるのかな、この時間は。悩んでるんかも。ちゃんと出てるよ、俺のところに投票。悩んだらね、別に。あー、オッケーオッケー。これはどうだった？これは遠征に行くことになりました。行くことになった。お票なので。はい。おー、待ちましょう。ね、これ、お願い。マジかー。お願い。おー、成功。成功でかい。すごい。ナイス。これもう。これ白いでしょ、僕。インフジ作や。いやいやいや。いや、もうそこはね、隠しろでいいと思う、今言った4人は。そうだね。ジンがやられたら、ナメフやってるから。そう。うん、フジシーンは白やね。おー。だから次から5人だから、あと1人を誰いるかじゃないかな。そうだね。なるほどね。そうやね。サコちゃんがリーダーなので、選びます。うん。サコちゃん自身が白だったら、あ、でもさっきも言ったのか。そうやね。あ、そっか。じゃあまあ、誰か1人。ね、でもこれライトロスケで確定で1人外でしょ、これって。そう、1人外おる。あ、じゃあみんなからしたらいい分やから、そう、俺もライトくんってなるから、だから俺とライトくんを選ばんでいいと思う。下の3人から選ぶのが良きかな、うん、みんな目線分からんから。松尾をしてくれてるし、下3人からの方が、うん、それこそノスケライト2人外っていうのもみんな目線あるから、うん、一応、うん、はいはい、あー、うん、3人いるからね、1以上おるってことやからね、失敗は。じゃあ下の3人の中だったら誰が一番信用に足るかを喋ればいいんじゃない？おのおの。うん。いや、下の3人全員罰してるからな、前回。そうなんだよね。ほんまや。ほんまや。ステテラ3人外の可能性も。イーブンや。でもこの、2の1の選出でピカさんが罰してる理由とかを聞きたいかな。え、のすけさんが選んでるから。なんでだよ。なるほどね。なるほどね。それは慎太郎さんが言ったのと同じ理由ですよ。あ、じゃあ白いな。うん。まあ一の2でお寺さんが罰してる理由とかもあれば。そうだね。なんで罰したんだったっけ。これのすけライトは確実にこの中に人外がいる。そう、この二人の中にっていうのも藤宮くんので、俺ら4人、俺のすけライト畑迫咲也。うん、が選出されて失敗してるやん、うん、で次飲んで畑迫咲也藤宮慎太郎が行って成功してるやん、でこの中に人外人狼がおったらもう失敗させたらこれクリアやから、うん、わざわざこれ成功させて白取る必要ないから。そうだね。だから俺選べるわけ。あ、そうなんだ。あ、そう、選べんねん、あの人狼は選べるから。別にその、うん、あ、わざと成功するという可能性もあるんだけど、でもメリットがない。もう失敗させて帰ってくれば勝ち確だったから。俺はもう正直この4人は白で置いてるから、ライト君が人狼やねんけど、俺目線ここです。そう、ここで仮にそのスパイ陣営が混ざってて成功させてるんだったら、マリオカートでゴール手前のところでいきなり反復ゴールし始める行為と同じだから、わかりやすい。なめくさってる行為になるから多分ないと思う。じゃあのすけさんで。何やですか。いや、僕分かる、それもあると思ったんで、ね、ないかなって思って一応聞いたんですよ、ね。うん、なめくさ行為ね。どうも、誰がいいとか思ってる人がいるなら。なんだろう、ここでさっきと同じメンバーの4人分を選出して、あと1人分を追加で入れれば成功するよね。そうそうそう。で、その1人を誰にしようっていう。誰にするのかって話だね、これは。そうそうそう、だよね。これ僕行ってみた方がいいと思いますよ。いや、静かにしてほしいの。終わるんやって。終わるんやって。じゃあ、信じて。ライトさんが怪しい要素ってなくない？別に。ないと思いますよ。なくはないけど、白い要素ないから困るんで。それでも、イーブンじゃない？それは。レジンスタンスの中の原石です、僕は。やば。残り5人の中から2人のレジスタンスをうまいところ指名できればいいわけでしょ？そう。
分かんないんだよね。だから俺以外は信用できないから、俺以外の4人の中に1人しかいないから、俺してそれはね、あの他の人も全員同じ、ね、同じ、うん、そう割と寺蔵さん一人からさっきの4人プラス寺蔵さんとかでいいんじゃない。うん、結構思考してる時間が長かったから、うん、周りに演じようとしたらもあったしね、うん、そう、なんかスプライトの2分の1いくぐらいだったらピカヨツ、テラゾーから、うんうん、俺もそっちから選んでいいと思うよ。3分の2で白いた方がいいかも。あ、ね、ピカヨツテラで妨害1人選んだ方がいい、まあ、多分ね、うん、ピカヨツテラの中にほぼ1で2いることはないと思ってて、ノスケライトのところにね1だと思うからね。ないな、あれだって3人がいるんですよ。あ、そうか、じゃあね、ワンチャンね、ノスケライト2もあると思ってる。そうだね、うん、いや、ないな。2だったら、だって2だったら投票さっきの過半数にしません？決めますよ、僕は。どうぞ。いいですか？いいよ、決めてくれ。おお。おお。いいよ、賛成する。私はちょっと賛成できないかな。予算人外だな。私はお寺さえ信じてないからな。信じてよ。最高。おお、お、偉い。はいはいはい。いけるんちゃう？はいはいはい。こわ？いけ。これで。うん、わし視点はもう。これで成功したらもう。成功せなきつい。勝ち確じゃん。うん。あ、そっか、選んでなかった。そう。わかってるか。勝者わかるかこれ。お願い。うん。すごいっす。素晴らしい。すごいっす。素晴らしい。もう5人も勝ちやん。じゃあ4つ引か5人だっけ。でこれでライトさんは同じメンバーを選べばいい、あなたがその同じメンバー選べばいいんですよね。うん、村だったらね。で同じメンバーが選ばれなかった。絶対自分選ぶ、こいつ絶対自分選ぶ。選ばれなかった場合は選べる、自分も選べる。正義陣営は全員反対すればいいんだよね。寺蔵さんまでずっと否決してれば。そうまあでも寺蔵さんがね可決すればいいからね。はい、僕みんな選びましたよ。おお、おお、白いね、投票が。これが白いよね。これは白いわ。いいんじゃないですか。じゃあノスケ、ノスケピカクロス四つハト。なんでやねん。なわけないやん、もう。え、そしたらノスケさんアホじゃない。だってバツついてるところで丸入れてんだぜ。3回目。3回目の1。あとはマーサシンだけだな、警戒すべきは。投票で。3の1ノスケがバツにしてたらリーダー流れたからね。そう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 。そんなバツを僕だった可能性あるじゃん。あるね。あるね、全然ある。全然ある。バケラも食え。したらこれ今投票選出の投票タイムだよ。はい。投票はもう僕も賛成してますよ。丸してるやろ、レジスタンスは。怖い。これで潜伏はもうお見事としか言いようがないわ。村人へお見事でした。はい、ということで、左の、左上見てもらうと遠征成功が3分の3となったので、この遠征自体は村の勝利になりました。しかし、してるぞアサシンが。お見事でした。そうですね、左下確認してもらうとアサシン活動中この時間に、じゃあ、村の人たちをミュートにしてもらおうかな。マイクミュートにしてもらって、ね、人狼側がマーリンを相談し合う時間を作りたいと思いますが、あ、そうなんですね。はい、今回のミュートせなかんねや、オッケー。今回のジャーク陣営はノスケピカクロス四つ派でした。はいはいはい、まあ慎太郎かテラゾーだと思うけどな。マリンね、今度は慎太郎さんかな。うん、あ、でも慎太郎がパーシバルだった説もあるよ。全然俺サクヤくんかなと思ってんけど、あ、まあ、うまかったね。選出がうまかったよね、サクヤ。選出がね、分かる分かる。選出だけの話。あとは最初慎太郎さんが含めてるのがピカグロ強さはテラゾーで含めてるから、うん、ここで2位出れば美味しいだろうなっていう狙いもあったのかなとはちょっと思う。はい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 、まあ慎太郎くんもあるわ。全然でも慎太郎だったらさ、この1の2の選出しなくない？いや分からん、ちょっとあの狙いとしては悪くないからさ、そのスパイ陣営を2人入れることによって2位決が起きれば大きいから。確かに、うん、さっくんの3の1の選出は綺麗だったけど、綺麗。でもこれは正直のすけ除いて上から4人っていう選び方をしたくもされるから。のすけ×ピカクロ強さの回で×がついてるから、そこを下げたらこの投票になるんですよ絶対。はあはあ、のすけの回でダメ失敗してる、四つ葉ピカクロス回ってる回で失敗してるとなってくると、この4人が
スパイ陣営の可能性あるってなってくると、それ以外のところが選出しようってなってくると、上から4つってのはその通りだと思う。あ、待って、でもさ3の1でテラゾーを×にしてるからさ、マーリンなさそう。これ丸だよね、マーリンだったら3の1って成功するって分かってるから、うん、そうだね、スパイ陣営じゃあテラゾーじゃないわ。だから3の1で丸中にいるね、多分丸下の中にね、うん、下中におると思う。新富士、サックン、ライト君でもないと思うから、新富士咲夜の中かじゃ、うん、でなって藤宮君も違うとは思うんだけど、わかる、発言回数が少ない藤宮ってなってくると、割とやっぱ慎太郎さんが濃いのかな。藤宮さん選出の時にのすけさんが含まれてたから、のすけさんいるからってことで罰したとか、あー、ありえるね。新作どっちもありえるね。でもどっちかって言ったら私は慎太郎派だけど、任せる任せる。まあ確かに議論はマーリンにあった。うん、そろそろ決めよう。うん、慎太郎で。はい。はい。殺してこい。お前だろ、慎太郎。イエーイ。イエーイ。はい。いやあ。やった。慎太郎がマーリン。なんでよ。やったー。やったー。確かにね。これがね、どこつか。はい。ということで今見事スパイチームが、マーリンを当てて暗殺することに成功したので。結果、エジャーク陣営の勝利となりました。あらあらあら、やりますね、はい、やりますね。いやいやいや、4の1の俺も偉かったのにな。ワンチャンマーリンあったでしょ。これマジ偉かった。偉かったよ、これは。ほんまに偉かった。あ、そうね、サコちゃんがパーシバルだったんだね。そうそうそう、だから、はい、慎太郎さんがピカさんを含めてたから、でそれで罰が出てるから慎太郎さんがマーリンだなっていうのは分かったから。そうやね、これでマーリンって分かるの。そう、マーリン、マーリンってどっちもピカさんも慎太郎さんも出てって、あ、で慎太郎さんがピカさんを含めたところで罰が出てるから、まあ、ピカさんは、そのこの回でも慎太郎さん出てないんだよね、確か選出がピカクロス四つ葉テラゾーだから、うん、ちなみにそこでね失敗して帰ってきてるの四つ葉だからね。じゃあ、これ要侵害で僕は侵害の可能性もあるのか、一応だからなくはない。むず、まあでもいい推理だったね、さこちゃん、ね、うん、でもよかった、ほんまめっちゃよかったと思う。すごいな、うんね、そう、こんな感じで、アサシン活動中は今までのログをたどって、投票結果だったりを見ながら探ると当たりやすいかな。うん、うん、こんな感じのゲーム。はい、なんとなくわかった。お互いに知ってた、うん、いいかい。何か質問はありましたか。危ない、なんかネット止まった一瞬。あら、俺も一瞬止まった。大丈夫。戻った。いや、もう一回やってみますか。大丈夫？この間じゃあ水汲んできてもいい？いいよ、痛いで。汲んできます。どこから？大丈夫だと思う。水汲みの人。お寺さんもちょっとだいぶ周りっぽく見えてたな。でも3の1が決定的だったな。そうだね。そうだよ、うん、まあ、ああいうフェイントを周りが周りになった時にやってもいいわけ、ね。そう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 。そうなのよ。うんうん。最初の1回目に、まあ、あえてピカさん選んで周りっぽくなく振る舞ってみたんだけど、うん、そのせいで余裕がなくなって投票で捨てるっていう。あ、やばいやばい、失敗失敗しちゃったからね、はい、うん、おかえり、大丈夫そう、ただいま。はい、じゃあ同じ条件でもう一回遊んでみましょう。はい、はい、はい、やってみよう。お部屋切り替わった？うん、終わった。オッケー、じゃあ今回ライトさんからですよ。おお。じゃあ、自ら出たいというものはおりますか。はい。いや、出たいよ。この骨を詰めるね。自分が分かってるからね。はい。はい、骨を詰めるください。ああ、出たいって言わないやつはいないだろう。実は僕ね、人生で一回もライトさんを裏切ったことないんだよね。あ。そうなんだ。もう今裏切ったけど。だいたい私だい、あのライトさんの本当本当で信じてるからね。あのもうマジでマジで信じてるから。あれ、あと、あ、何人選べるんですか。ライトさんのために三人じゃない？三人三人。ライトさん。悩むんだ。今日もメガネ。ライトさんのこと好きなんだけどな。いや、照れるわ。ああ、いや、畑坂さん本当ですか。ちょっとライトさんのためにならないよ、ライトさんを謝る。おお。本当にライトさんのことを思ってるんです。テラゾー深いです。テラゾーさんは選ばない方がいいね。なんで？いや、急に。ああ、選んじゃった。何これ？
新しいの選出。まあまあまあいい。この3人選んだ理由は何なの、ライトさん的に。いや、僕を信仰してるっていう。やっぱ信仰してる。迷惑だな。いや、もうライト様のね、おっしゃる通りなんで、行きましょう。共に、はい、勝利を。行きましょう。行きましょう。勝利。皆さん賛成で。はい。はい、もちろん。あ、藤宮さんと寄っちゃった。ああ、ここ二郎か。あやば。あっさ。さすがに失敗しちゃうんじゃない？さすがにね。いやいやいや。最先よ。何を言ってるんですか、僕たち。骨をうずめる所存ですから。失敗するもんならもう遠征先で骨をうずめてくる。おお、成功。素晴らしい、素晴らしい。これはいい選手だ。リオテラゾさん。この中で。まあまあまあ、そうですね。潜伏の可能性全然ある。そう、潜伏の可能性もあるから。ああね、余裕あるからね。あるんだ。全員レジスタンスで見たいけどね。そうね。うん。じゃあ4人ですよね。そうです。うん。じゃあこれでじゃあ潜伏かどうかね。わかるんじゃないですかね。ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい、いいと。おお、重ねていくスタイルね。一回成功してるしね。確かに。酒屋さんはね、当然。難しい。レジテンはね、白ですから。はい。うわー、難しいな、これ。え？ラゾさん、なんでそんな悩むの？いや、でも、まあ、そう。潜伏がいると見せかけて、さっくんが自分で反対をする可能性がある。あります、あります。あるけど、そうそうそう。そう、いろいろあるかも。でもなんか提示の仕方は白っぽいなとは思って。ね、そう。それは思うわ。やばいやば、藤宮さんとよっちゃんが丸出してる。いや、なんなの？いいですよ。ミンに、ミンにしたかったんだけど。あるある。まあここでどうなるかね。ね。ここを取れたら結構。大きい森一だよ。いいシーン。同じ4人で行けばいいだけだもんね。うん、確かに。俺も押してる。上5人が全員レジスタンスなんじゃないの？それはライトさんも割とあるわ。そっか。今静寂があったから図星で接し失敗するよ。私は分かってますよ、寺蔵さん。あなたが人外だったまるわけね。まだ潜伏するんですか、寺蔵さん。同じ選出勝ちやん。まだ潜伏するんですか。同じ選出やん。じゃあ僕を選んでください、寺蔵さん。もう焦ってんだろ。人外おる。やばい人外。おしまいじゃん。ここで僕を選んで失敗したら僕が人外確定っていうことですね。だから僕は成功させるのでそれでよくないですか。3回成功したらもう。でもこの後は5人選ばなくちゃいけなくなるから今のうちにやった方が。そうだね、効率はいい。これ藤宮が藤宮、ね、黒か白かをダッチしといた方がいいんじゃないですか。いやでもここで失敗出たらアホやで、さっきの回でやっときゃよかったんだから、ねえ、ほんまにただのアホやで、ほんまにアホがあぶり出してさるよ。いいんじゃない、これだいぶ情報も漏れてないし。あ、もう一回4人か、そっかそっか。さあ悪そうだね、4人だから。これで終わったら朝日判断できない。バカがいる。バカいるな。バカおるな。バカがいるな、多分。誰だね。寺蔵さんですわ、これ。寺蔵さんか。寺蔵さんっぽいよ、なんか。なんでだよ。なんで俺ばっかなの、さっきから。俺以外の。考えてたし。ぼやろ。でも、やるなら、でもどうなんだろうな、さっきの。いや、昨夜さんちゃうでしょ。だって、それだったら、なおのことさっきの回でやるって、あんな含め方してるんだから。あー、悪かったじゃないですよ、僕は。どっちかというと、その、洗濯機を委ねられてる方だと思うから、多分寺蔵之介慎太郎のうちだと思うよ。私もそう思うな。1の1潜伏だと思うよ、私も。じゃあ、これは、あ、待てよ、待てよ、待てよ。いや、どうしようかな。だから、昨夜さんは含めたとしても、別のところ、その3人は外した方がいいと思うね。こうどうおー、あえてね。でもこの中にいても一人外なんだから。ああ、そうか。これのでもこれやる意味ないわ。やる意味ないでしょ。嘘。絶対失敗するから。黒。のすけ黒でいいだろこんな。のすけ黒なんじゃもう。だってのすけさんかけてみて。だってさ、三いるんだぜこの中に。スパイ。確か。あの四の中で。我々入って一じゃん。のすけ黒でいいだろ。のすけ黒でいい。さすがに無理。もうほぼ無事やかみたいな話。外して他3人は。以外で考えたけど、うん、マジ黒ですこれ。
やば。じゃあもう他二人見つけなきゃいけないから。これ5人だよね。ライト入れてほしいですけど、ね、ライト入れてほしい。ライト君が出てないの？ライトさん入れてもまあ良さそう。まあライトさんは今までか、うん、あの感情含まれてない人だから試しに含めてみても全然。はいはい。お楽しみで。でのすけさん格で考えるんだったらなんか。いやいや白格白。しょうもな。2の1成功で帰ってきたのしょうもないでしょのすけマジで。何してた？何やんマジで。まあこうかな。ワンチャンありそう。あ、いいね。おお、はい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 のかい？まあ無駄に考えて行きたいんだけど、この辺りかなと。うん、いいんちゃう？もうそろそろ遠征したいんだけどな。畑さんごめん。あげたいけど。まあまあ一回いいでしょ。すまね。まあまあまあこれで成功したら儲けもんですからね。うんうん。いやー。あの一回半見てもよかったかな。うわーいけるのかなこれ。あこれいけそう。投票的にいけそう。いやいけないと思うけどな。夫人は丸なんだ。いや俺おらの無理やけどなこれは。村ですから僕は。さすがに。来い。いけ。いけるやろ。どうだ。みんな選んだ。来た。ナイスー。うどー。ん成功妨害1人。あ、ごめん、これ多分あれだ。私ルール勘違いしてたんだけど、プラスのタイミング、今5プラスのタイミングだったでしょ、はいはい、これ多分妨害2位いないと負けだ。そうだ、ん、そうそうそう。そんなルールだったよね、多分ね。そうそうそう、あった。そうなんだ、はいはいはい。誰かいるんだ、じゃあ、こんな感じ。あの、私が妨害してる。あーあー、はい。そうだった。許せよくらい言うといて。ね、言うしかねえだろうがよ、この取り方。なんやねこれ。ミュートするわ。大人形なんやろ。ミュートするわ。ノスピッカーだ。頑張ってください、ミュートしまーす。はーい。また同じ3人でミュートします。また同じ3人やねんけど。ヤグだよな、本当に。俺笑った。目疑ったわ。役職も俺一緒やから。ちょっとあんまり情報落ちなかったんだよな。ないんだよ、これ。マジきつい。きついなぁ。あかんないなぁ。なんかな、昨夜さんはなんかの能力持ってんだろうなって気はしてるんだけど、藤宮も結構持ってそうな喋りだったけどね。てか1の1で私これ罰出したの、そのえ待って、なあ、うん、私モルガナだったからさ、マーリンっぽく動こうと思って選出した3人の中にのすけがいるから罰出したの。藤宮もマーリンだったら同じ思考で罰出せるなとは思ったけど、うん、わかる。ここぐらいしか情報落ちるとこないんだよね。うん、あとは態度で昨夜さんがなんか自信ありげな存在だったから、わかる、選出がうまかったよね、うん、なんかでパーシバルっぽいってパーシバルっぽいんだけどな。うーん、でも今回ね、どっちが本物のマーリンか透けてないと思うんだけどな。え、でもね、俺パーシバル慎太郎くんあると思うんやけど。慎太郎パーシバル、うん、うん、なことないかな。あ、なくはない、なくはないとは思うけど、慎太郎くんの場合は、うん、多分藤宮かよっちゃんどっちがマーリンかわからんくて両方外してるんよ。はい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 、なるほどなるほど。 で、まあ一陣外のすけおるで、ピカクロスさん一陣外まあ見えとるから、あと白で固めた。でもさ、パーシバル視点の話したときにさ、マーリンどっちか入れて遠征行きたくない？あー、そっかそっか、マーリンを絞るんか、パーシバル。いや、仮に慎太郎さんがマーリンだった場合は含めたところに多分いるんだよ。むずパーシバルだったてか、だってけどライト作屋さん、キャラドーさんの中にはいるんだと思うんだけど。いそうだよね。なるほどね。この性質はちょっと意味深だよな、慎太郎のな。わからんな。だからもう のすけさんの選出がもうひどすぎて、情報の序の手にもならなくて困るんだよな、マジこれ。マジで困る。いやこれ成功、成可決されたらいけてんけどな。いやいや、そりゃそうだろう。されんか、されるわけがねえよ。10回中10回これだわ、やってこれやったら。11回中やったらいけるかもしれないけど。いない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 。藤宮がさ、行きたがってたのって3の1だよね。多分俺入れてくれたら成功するからみたいな、俺の白黒分かるからって言ってたの3の1だよね。まあ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 、まあ、それマーリンじゃないかな。だからこう失敗するもんね、マーリンって分かってたら自分が行っても失敗するって分かってたもんね。あんま行きたがる感じが
違うかな、マーリンっぽくない、うん、マーリン。でのすけが含まれててのすけがいるってことが分かってるんだったら飛び込みには行きたくないよね。そうなんだよね、藤宮じゃない、うん、藤宮を落とすかじゃ選択肢から。え、じゃあ誰で、畑そこも発言少なかったからあんまりないと思ってて、うん、ワンチャンライト、ライトさん。でも今回さ結構並び順が良くて上から3人が村だったじゃん、うん、だからライトさんはしれっと上から3人選ぶこともできたと思うんだけど、はあ賢っ。ここであえてちょっとずらして人狼入れちゃってる感じはマーリンではなさそうかな。確かにそうだね、天才やん。ってなると藤宮ライトなくなって、はたさこなくなって、サクテラシン、サクテラシン、寺戸さんもあんま発言なかったと思うけどな。寺戸さんはね、絶対違う、絶対違う。なぜならこの2回成功してる時点でマーリン、寺戸さんがマーリンの場合は白を選んだら終わりやから、絶対に妨害されへんの分かるから。いやこれね、ワンチャン、まあ、でもそれは殺されるか、それは殺されるんか、マーリンだということを隠すために一旦1人含めた作屋さんか、純粋にそういった機会がなくてスパイじゃないところを選びきった慎太郎さんからの2択。うん、そんな気がするね。あ、待った。あ、ちょっとこれ良くないかもしれないけど、5プラスのルールを理解してなかった状況下で、私を含めて慎太郎さん選出してるんだよね。うん。うん。ってなってくると、あと1回で成功するタイミングで、含める必要性ってないはずだから、なってくると、含めるメリットがあるタイミングって、昨夜さんのタイミングだけになるな。はい。そうやね。はい。サック行くか。うん。いいと思うよ。マリンねんねん。お前やったんか、サックン。ムカつく名前から聞くの。やばか。マジで？これ当たるやん。なんでこれ？すごいね。やば。すごいね。普通に。いや、まあこれがスパイの勝ち方やねんけど。今回も。やばいやばいやばい。今回もね、藤間りを暗殺できました。すごい。いや、よく詰められたな今ので。いや、これ情報きつかったね。うん。あれでもこれさ。マーリン目線ってモードレット確か見えないんだよね。そう、わかんない。あ、そうだった、ごめん。抜けてたわ、確かに。そうだった、そうだった。自分モードレットのこと吸ってるの忘れてたわ。そっか、その可能性もあるわ。じゃあ、アホだわ。全然二択だったわ。じゃあ、みんなの認識として、プラスって書いてあるターンは、妨害が2以上じゃないと、そもそも成功しちゃうよっていうのを。なるほど。なるほど。結構ちゃんと秘訣入れとかなあかんね。そうだね。うん。スパイスケさん、潜伏理解してるんだ。いやもう怖くて怖くて出てくる。え、これ周りから見るとピカさんの役職ってどういう感じに映るんですか？聞いたことない。村じゃない？ヨッちゃんだけ表示され赤く表示されてた方が人は分かんない。あーそうなんだ、分からない。赤が。で、寺蔵さんパーシバル視点は多分ヨッちゃんとサックンが周りって出てるね多分。はいはい。お寺さんから透けてた？周り。いやまあなんだろう、さっくんが普通に最初のに自分を追加して成功出たから、その時点ではあこっちがマリンでええんやなと思ったんだけど、うん、その後失敗したから、いやまあでもさっくんがオルガナだったらここで失敗って結構あんま意味ないのかな、どうなんだろう、むずい、わからんってなってた。なるほどなるほど。抜けてはいなかった。そうね、まあさっくんがちょっと白すぎたよね。でもね、うん、白かったね。うん、これ村側の役職って入れ替わってた、ちゃんと大丈夫、周りが違うよね。そうだね、はい、じゃあ同じルールでもう一回いきます。怖い怖い、はい、お願いします。いやー面白いね、完全に分かりました、ルール分かってきた。うん、いいね、もうバッチリ。オッケーオッケー、僕周りです、僕マーリンです。あ、マーリン使用やば。マーリン、マーリン、あ、私もじゃあマーリン使用します。マーリンです。僕レジスタンス。はい、マーリンなんで行きたい、行きたいです、行きたい。四つ派、あとは行きたい、行きたい。あー、じゃあ、テラゾーサックンで、テラゾーサックンで。使用するやつは信用できますから。はい、マーリン。レジスタンスの原石いけます、レジスタンス。一番信用できない。いや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 、あと原石って四つ派、輝きがあります。ライト、行きたい、行きたい、はい、行きたい。俺ベテランだぞ。はい、行きたい。これ誰が行きたいか言ったか覚えといてよ、ちゃんと。うん。じゃあ、ピカさんね。うん。行きたい。はい。はい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 。はいはいはい。これいい点数だよ。はい。一回反対しとこうかな。一回。失敗で帰ってくれ。
なんで反対すんねん。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。はい、反対賛成しろ。確定化したくて。賛成しろ。あ、山ちゃん、周りに指揮をしてたからな。あんまり良くないな。周りな。はいはい。何これ？成功？成功？成功だ。めちゃくちゃ反対してるじゃん。お願い、妨害戦取って、俺の名誉のために妨害戦取ってお願い。死んだ、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 おはいはい、せーの。ほら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 、いや、さすがにキバダさんなんですよ。まあ3人の時にね、失敗で帰ってきちゃうと結構、なんていうの、きつい。うん、3分の1になっちゃうからね。3分の1でね、バレやすいな。まあ5人の時は妨害しどくとも言えるから、結局その5人は白く見てもいいってことだね。畑底さん、畑ゼミ見てます。畑ゼミ見てます。はい、多いな。そうか、そうか。やばやば。そっか、そっか。さこちゃん、俺もおにぎり好きです。あ、見てます。これはいいね。関係なくてくさ。連れてってくれよ。連れてってよ。さこちゃん行きたいな。でも基本的にはさこちゃんプラスアルファでいいんじゃない？うん。そうやね。それが一番賢い。日本路線はね。じゃあ俺でいいんじゃ。だから急に出てきたけど誰？あ、でもね、実質からって含めるのはありなんだけどね。ああ、まあ確かにここを当ててるってことですもんね。連続でそういう考え方。まあ無難に丸をしてる酒屋さんとかでもね。うん、確かに今丸した人は投票で丸した人も結構、うん、知るより、まあ潜伏の可能性もあるけどね、全然。いや、まあ丸か罰なんて些細な差ですよ。それでもね、さくちゃんがこんなやつ連れていくみたいなやつ選んだらちょっと黒っぽいよね、やっぱり。罰の真偽を知りたい。罰をした人、まあ俺も罰をしてるけど、罰をしている人の中の真偽が知りたいから、ちょっと罰の人を含めてみようかなと。うん、いいと思う。あ、いいじゃん。それどうなの？丸からの方がいいの？丸からの方がいいの？はいはいはい。タロピが入ったのね。俺じゃないんかい。いいね。はいはい。まあまあまあ、ありがとうございます。畑ゼミです。まあまあまあ、見てます。まあいいでしょう。はい。まあ、畑さんは自分自身は選ばないんだ。もうちょっと僕はね、僕は自分の役をちゃんと知ってるので、知らないところをね、知りたい、あぶりたいって感じね。そうですね。あー、みんな丸なんだ。あー、浮いちゃった。浮いちゃったな。そこなの。おえー、あー、もう勝ったな。強っ。強強では。え、待って、そしたらだって、この4人でいこう、もう。か、信頼、四つはね、選びどくよね。ほな、もうこの4人やろ。おいおい、これになっちゃうな。これで次、これ、おい、これ潜伏してたらダサいな、これ。2回目で出てきて。おい、ダサいとか言うんじゃねえよ、かわいそうだろ。そうだ、そうだ。やば、お前らに言われてるぞ、俺。お前らに言われてるぞ、俺。やっぱね、レジスタンスの原石を、やっぱ。さすがです。ありがとうございます。あ、誰ですか、あなた。あ、君選ばれてない子だよね。勝ちです。よっちゃんの反対はどういう理由なの？いや、なんとなく。負けちゃうもんね。なんとなく。負けちゃうもんね。特に理由はないかな。焦ってる。よっちゃん頑張って。優しい。優しい。頑張って。周り探して今のうちに。じゃあ、写真でしょ、これ。なんか最初、ね、そう、最初の方にドヤが俺3人で行ったらバレるからな、みたいな。言ってましたよ、ね。え、情報与えちゃう。そしたら2の1で私失敗して帰ってくるよ、そしたら。でしょ？うん。うん。もうここで2の1の投票で透けたなって判断したら、絶対失敗で帰ってくるよ。ここ成功ですね、じゃあね。うん、もちろん。ということでね、任せてもらえるのであれば、皆さん賛成に入れてもらってね。賛成、反対をしてください。はい。はい。いい判断ですよ。あれ？さこちゃん？あー、さこちゃん。あ、あ、畑底さん、何これ？はい、勝ち。はい、勝ち。じゃあ、村人陣営はおリエントしてください。あ、そっか、見せられが怖いな。何を妨害できない？そもそも妨害できない。だよ、これ。わかるわけねえだろ。いやー、シンガーマーリンではないと思う。あの、ジンタロウさん含めたから、バツ含めたからね、あれ。遠征行かないっていう選択肢になってほしかったんだよな。なあね。で、まあ情報あるとしたら2の1でよっちゃんが罰してるから、あの見える役職だ、マーリンだったら丸に入れると思うから、
も大丈夫なんじゃないかなと思って。はい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 。そっちは周りじゃん。これって誰がモルガナとかって言っていいんだっけ？あ、もういいですか、全然もう。フジミヤがモルガナだから、まあ僕を入れてないのはノスケピカだから、まあシンプルに。これきついね。ノスケさんぐらいしか。ピカノスは可能性はあるよね。うん。なるほどな。3回だとちょっと情報が。さっき以上に少ないか。情報少ねえ。いやでもまあなんだろうな、のすけがやるにしてはなんかめちゃめちゃ透けるような選択しちゃってるから、なんか一番だってマーリンは自分がマーリンってバレるの嫌なんだからさ、うん、完璧に選ぶかなこんな。ただピカさんもただハタサコの真似をすればいいだけだから、うん、別にまあピカさんからの情報とかないんだよ。あとは四つ葉のあの投票の罰だよね。うん、まあでもそれは畑迫的にも当然罰がつくだろうなって想像して慎太郎にを選出したわけだもんね。いやなんか罰不自然ではない。いや罰のところに行くより丸のところの方がいいじゃんっていう考えになってほしかったってだけですね、うん、僕は。だよね、仮にあのスキーをパーシバルにした場合は藤宮プラス慎太郎作屋にマーリン候補がいるってことでしょ。仮にのすけパーシバル起きしたら、のすけパーシバル起きも、逆張りあるのこれ、よっちゃんのマーリンすけしないための罰ってある。いやでもそんなに考えたらな、ただ慎太郎は四つ葉の真偽をちょっと確かめようとしてたから、うん、太郎は周りっぽくはない、ね、はい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 。なるほどね。いやでも要素あるの、のすけさんかよっちゃんくらいしかいないからな。情報ねえな。そうなんですよ。選ぶならのすけさんかな。わかんないかな。普通にシンプルに、うん、いきます。じゃあのすけさんで任せるぞ。はい、のすけが周りんだ。違くてくさ。ライトさんでしたね。議論に名前出してください、僕の名前。一番出てきました、ね。いや、俺が選んだからね、初日に。うまかったね。そっか、逆はパーシバルだから選んだってことか。あ、でも、ナスケはパーシバル。そう、俺がパーシバルで。一個飛びとかじゃなくて、こう、なんか二個飛びしてるのが嬉しい。なんか奇跡的にレジスタンスしか引かんかった、俺は。この。いや、よかった、強かったね。よかった。わからんかった、これは。いや、これはわからんね。これはむずいわ。これはむずい、これ無理や。できない。いやー、でも、自分、さっきの3人プラス自分含めて罰を押せばよかったのか、俺は。あ、そうだね、やっぱり。そしたら、潜伏の可能性を一応出せたのか。うん、まあまあ。成長していこう、まあ、そうですよ、そうですよ。潜伏占い師、うん、ライトさん、いい潜伏周りだったね、はい、ありがとうございます。いや、よかったね。うん、ね、ナイス、ね、クマだった、ね、いや、でも見たかったな、のすけ周りでおめえみたいに言うところ見たかったビガクロスさん、ああ、私だ。いつもお疲れ様です。ありがとうございます。本当に心の底から尊敬していて行きたがってんな。やばっ、ありがとうございます。あ、シンプルに、なるほどね、シンプルに。いやまあ、なかなかいるの、ちょっと怖いね。自分を含めるのはちょっと、信用できませんや。まあでも、初手自分含めてね、まあ、妨害する人なかなかいないと思うから、まあ、理論上はそれが確かに、確かに。やばい、三郎つけてんけど。やばい。三郎つけたか。わあ、みたいな。お、終わったわ。成功したらちょっと怪しいな、これ。おお。ああ、罰が怪しくなってくね。やばい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 。そうだな。光る原石。誰？お願いします。どうしようかな。三人さっきのと丸した人から行きたいから。さっくん、はたさこ、慎太郎から選びたいなと思うんだけど、誰やったも、はい、僕はアピールポイントはありません。ないんだ。ない、了解。これが売りです、逆に。な、売り。まあ、僕は好みを見てほしいかな。おー。まあ、僕はね、僕は明日誕生日なんでね。
いや誕生日の人に行かせるわけにはちょっと行かないよ。お家で待っといてもらって。遠征は危険なんだぞ。これ危険ですかね。よく抜くしときます。抜く抜く。危険が伴う。そう、お家にいてね。うん。はいはい。どうかな。みんな黙っちゃった。まあ、考え中、まあ、怪しいな。まあ余裕はなくないからね。まあ、言葉で必要がない。バスケさん。いやまさかそんな。連発。成人が役に罰なわけないや。2連じゃん。お願い、ほんまに。これ成功したらめっちゃでかいよ。でかいけどね。この4白ほぼ確定。またさっきと同じパターンじゃないな、でも。そのままだと。簡単切る。八角じゃん、そんな。うおっ、うわあ、うわあ、いやこれ夜なんじゃない、いや私じゃない、私よりよ慎太郎さんじゃない。いやこれね、なんかね、うわどこだかわかんないな、もう僕らのことね、はめにくいな。多分ね、あの同等に最初の3人はね、容疑者にはなっちゃうと思う。そうだね、制服もあるからね。怪しいですよね。うん、初参加で速攻妨害してたもんね。え、待って、でも最初の3人がさ、怪しい。あ、ごめん、なんでもないです。大丈夫です。はい。そうそう、だから、あの、最初に説明したように、3人でさ、妨害出ちゃったら、絞りやすくなっちゃうじゃん。うんうん。ただ、あの、このターン、この与太さんのターンの時に妨害するのが一番正解ではあるから。まあ、純粋に4人全員怪しいでいいんじゃない、これは。そうだね。うん、そうだね。あの、隙はとりあえず行かせなくていいんじゃない。バツバツだしね。はいはいはい。のつけさん行かせたくない。行かせたくない。でも行かせたくない、まあわかるな。あ、でもね、その僕目線限定でのすけさんは白いんだよね。その僕目線でその上3人に陣がやるから、のすけさんって2回連続陣がやるのを罰にしてるんで。確かに確かに、僕目線ではやばすけた周り頭用心だ。まあねんねん、のすけ連れてってあげても良さそうだけど、周り全員黒いな。もう一回この慎太郎さんがでも妨害した可能性も僕あるかな。あー、それはね、あると思います。上4人で行ってみるっていうのがちょっと僕はいいかなね、僕を含めて。だから昨夜ピカクロス4つ、あの、はい、ライトさんはね、あの含めた時に面倒くさくなるだけだから、妨害が出た時に絞りきれなくなるからやめた方がいいと思う。じゃ僕だったらまだ行ってない5人の中から4人選んだ方がまだいい。そうかも、そうかも。ライトさん自分は入れてもいいけど、行ったことない人から選んだ方が情報は落ちそうじゃない。なるほど、うん、うん、そうじゃない。いや、そんな、なんか乗せられてる気がするな。ライトさんの視点はピカ4つ慎太郎に1陣がいる計算になるんだからさ、3分の1選ぶよりも、まあでも5分の2になっちゃうのか。罰をしてる人はやっぱ怖いな。いやでも白いって考えた方がいいよ、ライトさん。罰をしてる人は白目だと思わない？だって1の1、そう2の1、そう潜伏の可能性もあるから。これでもね、みんな結構みんなさ、人狼入れたくないやん。でも、うん、人狼入れるメリットが一個だけあって、複数の人狼入れると人狼同士で読み合いが発生するよ。二妨害発生すると4人の中に2人ってなるから、一気に二狼してるんよね。でもその場合ってアサシンだけじゃない。ただ4人の中だから1人選ばないとダメだわ。最初の4人、ピカクロス、ヨツハ、ライト、シンタロの中に1位行った場合だと、それ以外のサクヤ、フジミヤ、ハタソコ、ノスケ、テラゾーかに2人いる計算になるから、多分4含めるのが難しくなる、それ以外のところから。そっかそっか、確かに。だから誰か行けば絶対入れないといけないから、まあ、ライトさんが白いと思ってる人でいいと思うよ。そう、ライトさんが白いと思ってる人で含めつつって感じかな。そうっすね。これライトさん、あ、そうやな。で、ライトさんが信用できない人はライトさんの選手で、あのバッテンを押せばいいだけの話だから。そう、はい、このメンバーに決めました。オッケー、こい。にゃーん、いけないかも。あ、でも、ね、いいね、いいね、いいね。私はこれ結構いけない。いいか。いや、どこだろうな。ピカさん、僕は。ライトさん、じゃこれライトさんの中では、これは私が黒だと思った選手だよね。そう、よっちゃんが黒だと。私以外入ってるからさ。白肌入るのか。ちょっと微妙だな。未知数なんだよね、ちょっと。そこがね。慎太郎さんがやっぱ2の1の時に成功を願ってるような発言だったんですよ。いや、分かってる、さすが。ちょれー。ちょれー。あー、マジか。そうか、行くのそれで。ちょっと怖いな。いや、でも多分妨害は入ると思う。俺は正直妨害入ると思うから、2含めるような選手数でもよかったと思うけど。
に含める進出ができるのってマーリンしかいないよ。いやでもだからあれよ、だからそのさ最初にうわマジか、からよっちゃんが選んだ4人以外の5人の中から4人選んだら大体2位入らん、うん、あーそういうことね。そう、そこで選んで2人入った時ってお互いが2位妨害入る、じゃあ罰押せばよかったじゃん。そんなに提案しても君が罰押したら次に流れていかなかったじゃん。これで出た出た出た、もう出た出た、こっちのセリフだよ。なるほど、あと1回失敗したら終わりだぞ。失敗する可能性があるとこで罰をしてる人は、うん、素直に考えたら僕はライトさんだと思ってます。そうだね、あ、慎太郎さん、僕を王は僕を疑うんですか。いやというかはライトさんがスパイで丸をしていった人、昨夜さん、畑園さんの中に1人いるんじゃねえかなって感じかな。ピカ慎太郎は罰をしてるわけだからさ、うんうん、自分で逆に言えばピカ慎太郎含めてもらった方がいいかもしれない、この次のターン。そうなんだ、うん、ピカ慎太郎は含めないでほしいよ、私視点は。僕あの逆に言えば白アピとして私は投票罰をしてるし、慎太郎も罰をしてるんだよこれ。そうやね、まあ四つ葉も罰は合わせてるけど、うん、私視点は全く言ってない人で言ってほしいけどな。あ、それもわかる。ピカ慎太郎は両方失敗したターンに行ってるから、そう、うん、ライト視点ではよっちゃんピカさん慎太郎さんの中に一郎いるんで、うん、あ、わかるわかる、まあ、そのライトさんのよっちゃんを弾くっていう視点が僕と一緒だったから、まあ信頼してもいいかなと思って丸にしたんですけど。おー、うんうんうん、ライトさんはでも自分は絶対入れるべきだったと思うけどな。まあ、そうですね、村なら。そうだね、あー、いやなんか自分入れたら、いやピカさんだったらさっき僕入れたら濁るって言ったのに、なんか今はそう言うんです。いやじゃなくて、私が言ったのは濁るかもしれないけど、あの、いや、さっきの話でもともとその行かなかったところに2いるんだったらまずいから、ライトさん含めて選出して白いところって言ったやん。おー、でそれでライトさんが信用できない人はバッテンを押そうよっていう。ここでもここ落ち着いてほしくて、ここは5プラスのターンやから、1陣外なら入れても大丈夫。1陣外なら入れても大丈夫、最悪。むずいわ、もうわからんくなってきた。でも昨夜さんが陣外だった場合は、まあ、ほぼ失敗やな。ほぼ負けか。まあ慎重に流してもいいと思うよ。流せばいいんじゃない。ああ、そっかそっか。ああ、なるほど、ほんまやほんまや。確かに昨畑はぁ、あ、アクヤ君どうすんの。むずいな。4人の中に2人いると思うんだよね、個人的に。いるかな、2人もいる。私もライトさんだいぶ黒いと思ってるわ。あ、俺黒いと思うんだよ、よっちゃん。まあ一回これで送ってみて任せるわ。おお、四つ作、これは私入れたバージョンで、ね、ステラな、ね、これは2人いるでしょ、これ自分入ってるけど怖っ。これ反対反対、ライトさんが人外だったら自分含めればいいんじゃない。俺は、いや自分以外の味方を含めてるんだと思うよ、3の1で。ああ、自分以外の味方で妨害2が出るのを、事故を防いでるんだと思うけどな、3の1で。アサシンもしくはモルガナで。これはちょっとな、迷うな。まあでも割とライトさんが入ってなくて、割といいんじゃないかなって思うけど、ね、選出の軸は分からなくはないんだよな。分からなくはないけど、4人で失敗したところで四つ葉だけを、とりあえず四つライト3人のうちの1人を入れるのはちょっと怖いかなという気はする。そうだね、それはそうだと思う。むずいね。だから、割といい選手かもしれない。いやでも俺ね、4人の中にね、おると思うよ、その四つピカライト。これだけ聞いた、昨夜さんがさ、さっきのさ、4人の中に2位いると思ったのはどういう感じ？ 2の1で2だ、2いると思った？ 3 の1で2いると思った？どっちで2いると思った？3の1でかな。3の1でか、3の1で2いるかな。はい、果たしんピカの中に2人。そう、ほぼ果たしんピカしかないけど。だから慎太郎が結構怪しいなと思ってて。慎太郎怪しい、まあね、投票的にはそうなってる。あとはピカクロスオはハタそこでいるって感じ、うん、ピカハタのどっちかかなっていう。なるほど、うーん、なんとも言い難いな、なるほど。もう失敗できんからね、村は。逆に行かなかったらどうやって成功するのかなっていう感じだから、これで行けたらいいなと思ってるけど。確かに私もこれで行きたい。行こう。あ、いいんじゃない。うん、うん、おギリギリまで迷ったけど、うん、行こう。どちらかというと丸変えようかなと思った瞬間に切り替えちゃう。なんか2人が成功。マジ、マジ、これはでも1だね、多分
いても1、そう、いても1やるっていうのも、妨害してる人するから、あ、違う、1だったら失敗、妨害1で帰ってくるから、みんな成功してる。違う、だから、この中にね、1人がいたら、潜伏する意味がない。聞いて、違う、だってプラス5やもん、5プラスやから、1妨害でも、成功で帰ってくるから、妨害するの損なんよ。どの道に抵抗するから。だからもう、あ、そういうことね。ここに二人会は絶対ない。二人会は絶対ない。はい、そうそう、白いな、急に。同じ5人で選出されて、このターンで罰を押せばいいんだ。天才だ、そういうことか。そう、二人会はない。そう、だから二人会はないけど、1は混ざってる可能性があるよ、という形で押さえとけばいい。僕は咲夜くん結構白く見てて、その3の1の選出に二人会はおると思う、俺は。じゃあ3の1の選出外せばいいんじゃない？3の1選出外して、残りの、4の1の選出から1いるんだったら1外して誰かと切り替えればいいよ。いやもうあの素直に考えて、俺ピカライに人外じゃないの。だってこん中にだって自人外しかいないことを人外しか知らないから、人外は罰に押すと思うんで、ライは入れてほしいですけどね。ライは入れたくないです、ライトさんは。あと私はなんかもう含まれないのはもうしょうがないと思ってるから、罰っていう投票を示したくない。だから私はもうごめん、選出の中に3人いるとは思えないから2人はだって、そう、ライト君の、ライト君を人外といったときに3の1の選出で2人外は絶対入れへんと思うんよね。なったら僕はピカライ藤宮とかあると思うけど、あ、でも僕はね、ハタさんがちょっとライトさんかばる感じがあるから、ピカライハタとかになりそうかなって。うん、あると思う、それもあると思う。拓哉さんが白だったらハタ、そこは黒くなりそうかな。でもね、ピカライハタの場合は3の1で2妨害が起こる、もしくはお互いがどうぞどうぞって譲って成功の可能性があるんよ。で、妨害1が結構、うん、まあ言うたらね、あの3択やん、あの2妨害か1妨害か、流すの。ピカライのライン見るんだったらさ、初手で、1の1で×つけてる人白くならない？確かにめっちゃそうそれはそう天才かもしれん。じゃあもう藤宮、ノスケ、テラゾは入れていいんじゃない？いいと思うけどな。うん、そう、その3人は入れますか。入れて、咲夜さんが入れると思うけど、咲夜さんもだから、そう、入れていいから、あと1藤宮が一番白っぽいと選べばいいんじゃない？いやー、むずいな。行きたいなー。同じ人だとダメなの？いやちょっと待って。でもだってさ、5人やろ。ミカライ、フジ、ハタ以外の5人でよくない？ミカライ、フジ、ハタ。私から提案できるとしたら、いやどうだろうな。でも慎太郎くんは白でおいていいと思ってて。いや一番はね、あの私。まあまあ白いかなと思ってる。私は一番は私入れてほしいって言うんだけど、言いたいんだけど無理だと思ってるから。四つ葉は慎太郎な気はしてて、どちらかというと私のその罰の投票理由とかも慎太郎さんと一致してるから、私視点は慎太郎さんが白い。やだよ、じゃあピカさんからその発言出るなら私の入れてって。今ピカシンのライン見えたでしょ。いや別にだって、いや私誰ともラインないと思うんだよね、この中で。そもそもよく発表広いと思うよね俺。いやだから、ただ単に私が話してるのは盤面上の情報だけの話をしてるから、ラインが見えるうんぬんかんで言われても困る。ピカクロスクロで置いてるなら、いやじゃなくて発言内容でどうこうやるんだったら分かるんだけど、私は投票の事実から私と一致してるから、私の思考は金太郎さんは白いとは思うけども、周りから見た時に私の存在ってのは分からないから、私の意見っていうのは採用されないと思ってる。でそれはイコール与田さんでも言えるから、与田さんがそう言っても多分聞かないと思う。じゃあ藤宮に任せるわ。私誰ともラインないってことだけアピールしとくね。4の1で成功してる。これなんか同じでいいんだよね。同じでいいんだよね。これ僕でします。同じでいくの？いやでもこの中人に、いやこれはダメやと思う。僕この中でダメだと思ってるなら誰がダメかまでちゃんと教えてほしいかも。いや僕は先から言ってるけど、藤宮、ピカライトやと思ってる。藤宮が入ってると思ってるのね。藤宮ライトってなくない？っていうのは3の1で、いやだってピカライト入れてないのよ今回。できると思うけどな俺。あ、もう選出してんだこれ。もう選出してるよ。あ、ごめん。そうかそうか。あ、ごめんごめん。見えてなかった。え、のすけは藤宮がローだと思ってるから、これじゃ行きたくないって話でしょ。え、合ってる？そう、ちょっとごめん、ちょっと藤宮は今回選んだのは四つ葉作や藤宮のすけてらぞ。だから同じですよね。だから同じですよね。うん、同じ。あ、全然違う。ダメダメダメ、僕はダメよ。さあ、藤宮くんやと思う。そうなんだ。え、藤宮くんだと思う？違うかな。いや、なんか藤作どっちかに今全然いそうな気が。さっきの5人、さっきの4人盤面で、さっきの4の1で失敗だよ。いや違うね。だからそれは
一陣外やから潜伏しどくだったってことだよね。そうだって妨害ってしたら、うん、でもこれこのターンって絶対成功するじゃん。えこれってまあいいよいいよいいよ成功3戦でいくわ。辻利くんやばい。いいよいいよ任せるわ。あの5プラスと5のターンで違うよっていう話じゃないよこれ。そうムーブが違うよってこと。その藤宮君目線はこれで最適だと思う多分。そうやね藤宮君目線はそうそう自分知るやと思うからこれは絶対そう。うーん怖えこれでいいんだ。前回の4の1で5人の中に1人潜伏してる可能性がすげえ高いかじゃないかっていう話でした。いやーなんかねそう僕はあまあやっぱ反対しとくごめんなさい、ちょっとやっぱ反対しとく反対しとくじゃあ反対しとくかな。みんな賛成でいいよみんな賛成でいいよ。えじゃあのすけはさその藤宮抜いたら誰入れたいの。え畑作子。あ藤宮有より畑作子のが白いと思ってるのね。あ違うごめんてかさえてか3の1の選出あちょっと待てよ。アタシンで失敗してて、まあ、ピカライも怪しまれてるからピカライフジやと思ってるんやけど、うん、やピカライフジもしくはハタだと思ってるから、はいはい、その4人以外の5人がベストだと思ってるよ、うん、だから4つ作しんのすけテラの5人が、まあ、慎太郎は入れてもいいかなと思ったけどまあ俺は俺が白だから、ね、いいんじゃない。あとね割とね慎太郎さんがほぼお願いします、まあ、どうだろうな何とも言い難いわ。そうごめん俺は藤宮君というよりもさね藤は旗やったからって感じやな。まあまあ祈りましょう。あ俺の場合ごめんこれも藤宮君信じるゲームだった。 あら残念。いやいやこれうまかったね、まあ、寺蔵さんが来るか寺蔵さんもなあー分かんなかったわ。そうだ4つ8点は分かんなかったモードレット強いね。モードレット強いわ四つがまあまあほぼマーリンの動きになっていたから。いやきつかった。マジきつかった。なるほどな。あねのすけが喋れば喋るほどねマーリンじゃないってのすけが好きちゃうからね。ああスマホこれは。そうなのよ。いやそうなのよ。まあでも決定的だったのはピカクロスが慎太郎に振った瞬間の四つ葉の抵抗感がやばくなかったよ。モードレット強。確かに。なるほどモードレットうまかったな。そう最初にバズしたのを白くないって言ってもう僕が入ってればもう勝ちなんでもうその後の議論はもう聞かなくていいんだけどなと思って。天才だなうまかったマジで。お寺前に4の1で潜伏したのも偉いね。偉い。あ5は1回でも妨害が入ったらダメなんですか、うん、そうそうだからそうその話をしてたんだよ。お寺、ね、はずっとその話をしてたんだよ。ね、なるほど。そう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 。いやこれはうまかったねマジで。なんか村のムーブとしては村の人もちゃんとマーリンが誰かっていうのを議論の中で探してあげて、そのマーリンが発言しやすい環境を出してあげる。そうそうそう。なるほどね。自分も意見出すし、でもマーリンの意見をちゃんと拾ってじゃあこうなんじゃないって意見それで足してったりっていうのが大事かな。そうだね。はいはい。何もしないとね。ピカさんの怪しいところを見つけてピカさんが言うからちょっとその説は。やめといた方がいいなとかっていう提案を四つ葉以外から出せると強かったんじゃないかな、うん、そうだね。あの四つ葉さんから出たから多分完全にピカクロス四つ葉の VS にしかならなかったからね。なるほど確かにな。さあライトさんが選出してください。はい、はい、オッケー。遠征に行きたいものはいるか。もちろん行きたいです。はいもちろんお外に出たい。はい、お外に行きたい。結構お外出させてもらってから私いいわ、うん、私もあいいんですね。疲れちゃった。おやつおやつって何夜までですか。あ君はまだね子供だから早いよ。他の人がいいかな。やばちゃんと石炭持ってきます。あー何トレッターかなと思ってる。運ゲーだから運ゲーさん。どうですか。あ行きたいっすよ。おーじゃあ行きたいんだ。じゃあこのメンバーで行きます。逆に行きたくない人っているの。おーまあ最初だしね。まあ最初じゃない。さすがね。最初からね妨害するアホはおらんやろ。いるかもしれん。二妨害入るかもしれん。別になんか最初からしてもいいんじゃないと思うけどな。うん。あありだと思うよ。予定してもまだあと二人いるから。まあね。三いるからね。二だったらきついんだけど。当然私は賛成いたします。うん、それでも罰にしたところで三分の一だし。うん。全然初手罰もありだと思う。ね。まあ情報がないから、まあ、そうなの。脳死賛成。わかる。おお。おお。いいね。おお。おお。はい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 。うえー。うえー。すごい。なるほど。なるほどね。まあでも1の1はね、潜伏しどくだから。うん。まだわかりませんよ。でもなんか全員白ってなさそうだな投票から。
ああどうするかな。ですね、これなんか怪しい、ね。どうなんだろうね、わかんないけど。そうなのか。全員白だったら人外抜粋入れてみても。今までさ、遠征行ってない人って誰かいたっけ？今日全体で。片坂あんま行ってない気がする。片坂さん行ってないはないけど。うん、もうに多分2回ぐらいしか行ってない。これ世界の人行ってるかな？ 2、3回かな？行ってる行ってる。あ、じゃあ片坂さん入れよう。おお、いいんですか。ありがとうございます。なんかあの賛成反対のボタンどっちか選びたいじゃん。うん、はい、でも僕賛成しかないですけどね。本当に？みたいな。まあ順当にいけば成功するでしょうね。え、そう。僕は反対だけどな。どう？何の罰？それ。ライトさんは僕が信じられないってことですか？ライトさんの罰だ。いや、なんか怖いなって思って、ここなんかもっとさ、広くさ、いろんなとこから選出した方がさ、情報落ちるんじゃないかなと思う、ね。いや、まあ、バスができたらどうなんだろうね。これ丸だったらおもろいけどな。ライテラは僕のことを信じられないってことですか？いやいやいや、そんなことない。はい。まあまあだろうね。信用できないよ、畑坂なんか。畑坂が信用できないの？ハタサコは信用できない。これはもう働いフジテラに一人会と。これ完全に予想なんだけど、ライテラに人外がいてハタさんに塗ろうとしてるように見える。はいはいはい、はい。おお。完全に僕の主観だけど。ああね。それっぽく見える。これが人外の推理ですか。なるほど。なんかね、これこそ逆に臭いんだよな。白いピッコリから。あえて罰にしといて。ジャービ感はあるね。ジャービ感。やめてほしいな、そういう。だって罰をする理由が。妨害が今回出て失敗になってところで罰をしてんだから、どちらかっていうと白く見られるべきだと思う。いや、まあ、そうなんだよ。実は分かるんですけど。あの、そうそう。あ、多分ね、順当に考えれば寺堂さんの話が僕は正しいんだけど、うんうん、それを狙ったパターンなんじゃないかって話を慎太郎さんが話してる感じだね。まあほぼほぼ投票多分丸出るだろうなとは 思いながら罰してるから、まあそれは当然そう見られても仕方ない、うんうん、まあ現にそのさっきの3人プラス畑さんだけどさ、別に畑さんじゃなくっても誰選んでも分かんないわけじゃん、うん、だから罰をわざわざ押すメリットもあんまないかなって、うん、どうせ成功、あの投票は丸だろうなと思ったけどね、うんうん、その通りです今ので若干ライトさんの方が怪しくなったねでもさっきの選出でピカさんが自分を含めずに僕も含めたのがなんかちょっと白いなって思ったかな。あー、なるほど。あの人外だったら自分含めた方がいいのかなって思うから、うん、自分自身を含めて罰をした方が分かりづらくなるのかな。逆じゃないかな。ピカサコ人外でハタサコに妨害してもらおうっていう。ハタサコ視点はさ、あのさ、うん、違うんだよ。あのライト藤宮寺蔵に人外が一人いるって考えるべきで、ピカクロスさんはもう一人の人外だから入りたくなかったっていう視点もあるよ。そう、うん、それがあるから私が白くはならない。まあまあその考え方も分かりますけど、僕が最初に浮かんだのはそっちです。なるほど。人を信じれる人なんだな。客観的に見たら私も怪しくなると思う予想と。そうだよ。なるほどね。まあ失敗の選出をしてるわけですからね。まあ確かにそこに人外がいるっていうのがピカさんの視点で絶対分かってるんだったら誰入れても一緒か。うん。そう。一緒だし自分が入りたくないってのもその通りになるしね。うん、なるほどなるほど。皆さんはちょっと怖いよ。わかんないな。誰入れたらいいか。僕はでも言っていいんじゃないですか、僕と寺蔵さんはこう。えっ、いやいや、リアル狙いでさ。いや、罰をしてるからね。その通りだ。もう流れない、流れることもやっぱ加味してのあれですか、僕はね。その通りだ。うん、他のところも見たいんだよな。でも一回罰失敗しちゃってるから、なんかもう冒険していいのかどうかわかんないんだよな。そうなんだよね。そうね、分かる気持ちは。次失敗しちゃったらもう後がないから、うん、どうしようかな。その判断も我々が投票で決めることだからね。ああ、まあそっか、うん、これでいけそうなんじゃないかっていうのを。そうだよ、さこちゃんは、うん、そう、これ流していいからね、5回まで。確かに確かに。じゃあみんなに任せようかな、その辺は。みんな丸入れてるから、ね、自分では全体というか言ってない人の、うん、投票も見たかったからこれでトン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 。四つ新作の巣、はいはいはい。まあ失敗しそうな感じはある。まあ失敗する。大
ピカさんを白く見るのはピカさん入れてもいいかなと思って。正直2の1の演出の中から数人は出してほしいな、俺は。さっきの、俺は4人の中に2人がいると思って、1人がいだけだと思ってるから。うんうん。そのさっきも2の1の中ってことだよね。いや、そうなんよね。2人がいてもおかしくない。そう、そうやと思う。その中から信用できる人を選んで、それ以外のところは違うところから選ぶって形にしてほしかったなっていう印象。じゃあ罰押せばいいじゃないですか。そうだよね。他の人を説得してんの。はいはいはい、ね、なるほどね。がさこが丸と。なるほど。まあ自分でやってるしね、なんか丸押さないでも意味わかんないかなと思って、うん、2の1の選出で1潜伏だとして、サコちゃんは一番白いかなと思ってるんだけど、どう？まあ、わからんでもない。うん、わかりますよ、僕は。自分を外して選出してる点は評価できるよね。うん。うん、確かに。だから、畑坂さんの選出理由で、この選出の仕方はね、間違ってはないと思ってるから。まあ、さっき言ってない人っていうね。うん。うん。どうしようかな。2の1で行った人の中で何人入れたい ?4 人中何人入れたい、うん、悩ましいな。ミカさん。ミカさん、ね、?2 って言われるんだったら私はサコちゃんテラゾーかなと思ってるから、その2人入れるわ。おー、そうだね。僕は入らないですね。割とサコさん入ってるから、ライトさんが一番入んないです。あ、そうです。なるほど。あいつさんもかなり黒く見られちゃってるからね。あ、そうなんですか。めちゃくちゃ白いですけどね、僕。あ、そう、ライトさんも別に悪くない。と、その、うん、投票が、ね、白いよね。うん。謎さんも白いけど。ここ多分失敗する確率高かったと思う。でもなんかそこの投票の部分はうさんくさいで片付けられたはずなんだけど。そうそう。2の1の投票がね。まあ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 。相手のは。じゃあこんな感じでどうでしょう。繋がってる可能性もあるからな。まあ、ええんちゃうかな。これは、サックを選んだ理由は、あんまり喋ってないから、その誘導する気ないんだなっていう。ああ、なるほどなるほど。シンプルなレジスタンスの可能性ってこと、ね。まあ良さそうだけどな。ダサコは白い。まあテラゾーさんがどうかよね。うん。でもテラゾーさんの結構さっきのこうして欲しかったなーっていうの納得できたくない？いやー。まあ確かに。その2の1の潜伏が1人だから数人連れてってほしいっていうのはすごい納得できたから。どうなんでしょうね。行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。サコさん黒じゃないかな、僕。ライトさん罰が欲しがちだね。いや、しまうのか。もうなんかもうこの罰だけでライトさんもう信用できないわ。いやいやいや。お前の丸はどこにあるって感じ。いやあれ？あーダメだー、ほらほらこれ畑坂さんですよ。何何を根拠に。中そうでもピカハタのラインは見えるけどね。ラインも取れるし、白白とも取れるかなと思う。まあそう、だから畑坂さんが陣外の時ってピカさんとのラインで、で、うん、そうなんだよね。あ、でもライン否定したくて、僕それ最初はそう言ったんですけど、話2の1の時の意見聞いて、ピカさんが人外だった場合、ライトさん、藤宮、寺蔵さんの中に、相方がいたら、じゃ逆に自分を含めないんじゃないかっていう意見がすごいしっくりきたから、うん、僕は2の3の1の時にピカさんを入れてないんです。はいはいはい。まあ、それはそう。あのね、だからね、2の1で黒くなっちゃうのって私だけな気がするんだよね。結局畑坂ピカクロスでつながるって話もそうだし、うん、その選出した中に一人外がいて自分も人外だから含めたくなかったっていう説も両方とも通っちゃうから、うん、状況的に黒いんだよ私。畑坂を素人見るならハタピカ連れてったらいいとは思うけど、いや僕もハタピカは固定で、ハタピカシーグまで固定かな。あと一人を俺も入れてくる。ライトは一番僕は食い込んでくるな。あーちょっとね、まあ、テラゾーさん入れてか。よっちゃんもあんま信用できないんでこの5人かな。なんか
寺蔵さん、微妙な気がするんだよな、まあ、僕を入れてくれないんですか、ね、この中にいて一人外かなと思ってる、うん、いても、うん、ああそっか、この間だったら一人外だったら、ここ寺はね、白だと思うんだよな、一なら成功する、そっかそっかそっか、なるほどよね、割ともうね、決め打っちゃってる、ピカハタ白、ライトさん人外、決め打ちの投票した、マジ、まあまあそうだね、ピカハタを連れてく時点で、うん、消せないので僕は、あ、唯一四つテララインだけあったけどって感じかな、うん、確かに私が連れてってるもんね、そこだけ、私がハタサコテラゾーとラインありそう、そうね、このゲームでラインって言葉出てる、でもね、よっちゃんが人外の時って2人持っていかんと思うね、俺3の2で、そうだね、1人だけだ、ないかな、そう、さすがにちょっと待ってこれ、いや、これ入れないってできないのかな、なんやろね、結構やっぱ人外ってさ、リスクあるんよね、この4人の時とかに2人外持っていくと2妨害入る可能性があるから、結構心理的には選びづらいと思うよ、俺は、また良さ人外で置いたらもう新作、まあ、とりあえずこれは賛成やけど、まあ、よっちゃん人外で置いたらサクテラどっちかにいるんじゃない、うん、あ、連れてきたかった人外が、うん、ここはみんなに共有だけど、2人妨害が出なければ成功扱いなので、うん、はい、うん、まあ、2人がいたら負けと、そうやね、まあそれでいいでしたね、おー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 、素晴らしい、じゃあライトさんはやっぱ角黒と、僕はだからこれだって人外がね合わせてここ行ってる可能性あるんで、僕はもう負ける可能性があったで、ここは投票をね流した方がいいと思いましたよ、まあピカハタ白ライト黒の軸は崩さなくていいと思う、ここは、うん、そうやね、まあ、4つ派は別に特別黒いわけでもないからね、うん、白いわけでもないが、ピカさん白って信じていい、ね、信じきっていいのかなってちょっと思っては、あ、マジで、うん、と思うけど正直、いや、まあなんだろう、自分の状況は話した通りやね、あ、状況的に黒いのはね間違いないとは思ってる、ピカハタ白のラインで置くんじゃなかったっけ、ピカハタ慎太郎藤宮テラゾーの中に二人がいないってことなんだもんね、これね、うん、だったらこれってもう一回同じので、うん、まあどうだろうね、逆に言えばそのそれ以外4人に二人がはいるから、この中に一人外でもいたら負けになる、うん、あ、そっかそっかそっか、そんな話になるんだったら、ハタサコさんならで自分入れればよかったな、さっきのピカハタテラはね、そこそこ白目に見えてんだけどね、慎太郎藤宮は正直わかんないんだよね、うんうん、うん、でも慎太郎のこの性質、あ、でも意味ないのか、プラスの時の成功ってあんまり意味がない、そこで成功したからもう一回選ばれるれば、まあ、絶対勝てるから、絶対勝てるから、うん、いや、その思考出るんならテラソーさん白でいいな、なんか、うん、いや、その思考もでも僕も考えれるんですけど、慎太郎いや、なんかもうライトさんは申し訳ないけど書く苦労ですよ、サコさんありえないですよ、僕が書く苦労なのはこんなに罰を押さないですよ、僕は、いや、逆だな、ライトさん、まあ、ライトさん角黒軸でいくとやっぱピカさんのそのさっきも言っちゃったんですけど、焦点じゃないけど2の1の選出の仕方が、まあ人外だったら全然自分を入れないのがすごいしっくりくるし、そうだね、あ、そうね、あ、だから多分私を疑うんだったらそこの要素しかないと思う、逆に言えば、うん、そうやね、うーん、難しいね、で罰出てんのがもう一回3の2ですよね、本当に4つも自分で入れてるから怪しいのあるんじゃないの、そう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 、そうよじゃあもうその早めにピカさんのその思考っていうか、そのピカさんが黒だったら自分入れないんじゃないのっていう視点で見てたから、なんかラインというかちょっと透けてんのかなっていうのはちょっと感じたかなっていう、うん、なるほどね、そういうことか、ライクロクロクロに見てる、ね、いや俺抜かすかないな、これは俺抜かすか、テラゾーさんはちょっと怖いから、僕を行かないとこれは、いや僕ね、サックンがあんま信用できてないからな、サックンさんは正直まあグレーだけど、ヨッツさんとサクエだったらこれの方が黒い、どっちもあると思う、なんならテラゾーさん含めて欲しかったなって感じはあるな、サクンの方が白い、ちょっと怖いなと思ってるんですけど、あー、なるほど、逆にまして、テラゾーさんさっきの思考僕白いと思ったけどね、うん、うん、だから割となんか ライト四つ葉サックやとかかなって思う、
三人が。四つ葉が陣外でサックンと繋がってた場合って、三の二で一緒に行かなくない？だってここ妨害に出る可能性出てきちゃうよそんな。それはね俺も。そうだからここ。いやそあでもそしたら大丈夫かこのメンバー。だからねその場合はね結構藤宮くんとかが。そしたら盤面上は。怪しくなるんやけど、もっと白い人が選出したターンで俺はあの丸を出したいかなと思ってるから、もう俺まで回してほしいぐらい。特別白い人っていうのは、テラゾーさん自分、テラノステがグレーだから、あんまり白く見られてないよテラさん周りから。見えてる見えてる。白いだとは思うけど、スジミヤのことはピカさんが入ってるから。なあっていう。やたら私のことを疑うね。いや。確かに。いやいやこれは朔也さんが怖いってこと。みんな罰をしたメンツは多分1票が。またそこはピカさん。だって1票罰入るだけで終わっちゃうからちょっと不安だな。もうね。ピカハタはもう白でいくってことでいいですか？そう。本当に。いやあのね、藤見を信用できるかもしれないけど、藤見を信用したときは慎太郎さんが危ないなと、タロピが危ないなと思ってるから、うん、シンプルにピカさんも、ね、白から分かんないんだよね。だって、説明してるけど、状況は私黒いからね。実施点だとライト君は各黒のみんな置いてるでしょ、うん、で、3の2で、ね、僕視点ではやっぱ4つが黒く見えてるから。いや。さっくん、さっくんのだけ、さっくんの目で見てほしい。みんなの目とか見てほしい。ライトの目でな。ああ、確かに。ライトピカクロス丸してんのか、さっきので。あ、さっきの丸っていうか、なんか、まあ、悩ましい、悩んだよ、結構。よく考えたら、さっくんの言葉は白いな、普通に。でしょ？信用しようか。ライトさんが丸してるっていうことは。俺も信用しよう。怖いってことだね、さっきの。罰で行こうよ、罰で。黒だったバツ5人でいかん。白だからね、確かにバツ5人。え、これバツ5人でいかん。ワンチャンあり。ボタンまで出るよ、人間のあれ。あ、出るね。ありやと思う、マジで。全然ありやと。人外だったら行きたいっていうことっすよね。そうだよ、だって行ければ勝ちだもんね、この長い人外に。バツ5人はね。俺はね、結構ね、ライト4つ藤宮。ライト4つ藤宮。急にや。いや、行くぞ。行くんじゃないか。ありじゃない。いや、これはいけないです。これやばいです。失敗です。ライトさんが丸してるっていうことはそういうことよ。確かに。失敗です。そうそうそう。あの、罰だらけのライトが丸してるから。ライトさん、ハマったね、これ。いや、これやばいと思います。これおもろ。ありがとうございます。これいったですもん。おもろい。これはいける。絶対いける。これいける？え、じゃこれ、ライピカ、ライピカ4つ。ライピカ4つか。ある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 。ないあるある。てか、私は結構どこともつながるから。うん。ライピカ4つあるから。俺まで回してほしいな、正直。まあ僕も全然一応ありますからね、行こうとしてるからね。俺は結構ある。全然。おお。頼む。行ってくれ。え？ああ。頼む。え、みんな丸成功するだけだよ。成功するだけだよみんな。俺押してない。お願い。おお。やった。ナイス。マジか。ワルタ。出たね最後にね。いやでもまだワンチャンあるんだよな。で、写真ワンチャンあるんですよ。村はミュートします。まあ後で祝杯あげよう。おつゆに。おつゆに。はあ、むずいね。いや難しいですね。はたさこ慎太郎は絶対に違う。うん、そうだね。酒屋さんも違うんじゃないかな。うん、違うと思う。どちらかというと私がモードレットだから周り目線だと私が多分、レジスタンス側に見えてるから私のことをそんなに警戒してなかった位置かなとは思ってるんですよ。はいはい。だ誰って感じました？一番警戒してないなと思ったのは藤宮ないしはのすけかな。うん、わかる。その二人臭いよね。どっちかだと私も思うな。うん、で藤宮の選出で私含めでしょ。そこで綺麗に外してるよね。なんかでもこの5の1の藤宮の丸が気になってて、これ陣外丸プラス藤宮の丸じゃん。うん、そうだ。ピカさんが見えてないってことは周り視点ここ丸出しやすいと思うの。あね、その村側は×、多分怖いから×にするんだけど、そう周り視点はピカさんが見えてないからこれでもいけそう。
になると思う。見えてる情報を多分信じ込みたくなるはずだから。でもな、のすけも結構白かったんだよな。むずいかも。なんかでもこれでのすけ周りんだったら多分のすけさんうまいなって思うな。うまいと思うね。なんかちゃんと警戒するとこ警戒してるって感じになるから。いやまあ情報的には藤宮さん行ってみていいんじゃないかな、ぐらいかな。私もライトさんどう？そうっすね。でもなんか僕なんか畑迫さん弾いたじゃないですか。畑迫さんがずっとピカさんピカさんってなんかくどく言ってたのが、あーちょっとね見えてるんじゃないかってことね。見えてるんじゃないかって。あ、いやいやいや、あとモードレットなんだ私。そう、見えてないんだよピカさん。見えてないんだよ。マーリンからピカさんの赤色見えてないの。そう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 。私がモードレットだから見えてない存在だから、逆に言えばしつこく来る人はちゃんと警戒してる人というか、だから見えてないからこそ警戒してる人かなっていう。やっぱ果たすこないな。まあなるほど。そう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 。いやだからでも見えてないからこそなんかそのなんて言うんだろう、人よっでもさんとかのラインで、なんか、あはいはいはい、私ピカさんとラインなかったけどね。うん、あの、あったのライトさんとのわけだね。あ、僕とのラインか。僕とのライン、うん、2の1をだからなんか畑さん言ってましたよね。言ってた、その自分を外したけど、うん、もうすでに人外が1位入ってるからっていうことだよね。はい、村の思考だと思うけどな。なんかずっとピカさんを怪しんでたのが、なんかどっかしら僕またはよっちゃんとのそのラインからってことね。ラインを探してたんじゃないかなって思ってて、ね、ただ四つ葉ピカクロスのラインは一切ない。うん、なかった。はず、なかったと思う。なかったと思うかな。藤宮の選出がこれピカさん見えてないんだとしたら、この5の1の選出がまあ、その通り、まあね、畑さんとピカクロスで白白っていう話だったし。確かに。確かに丸だしな。あーここですかね、ジミヤさんかな。ジミヤさんでいきますか。じゃあお願いします。はい、しねい、えい、よーし、やったー、ナイス、当たるね、当たるね、だろう、当たるね、パーシバルなんだ。かー、グラさんなんだね。すまん、ライトさんがマーリンだと思って援護した。かわいい。間違えてる、かわいい。俺と思考が似てたから。あったつけるところとか似てたから。ありがとうございます。頑張った。いや、でもよかった。いやー、ギリギリだった。うまいな。いや、おもろかった、マジで。のすけも上手だったな。さあ、なんか僕がマーリンじゃなくなったのって多分、四葉桜ライン落ちちゃったから。そうかも。あー、やっぱそこか。うん、めちゃくちゃ面白いね。うんうん、あとトイレ。はーい。はい。もう一回やりましょう。慎太郎がパーシバルだと思ってた俺も。ああ。ね、すごいなんか誘導というか援護してたよね、慎太郎さんね。うん、でもなんかちょっと外れてたからやっぱモルガナっていうか違うなと思った。マーリンじゃないよ。マーリンじゃないな。最後四葉桜やライン外したからここでマーリンじゃなくなったなと思って。うんうん。ああ。そうね。まあまあこの家ね成功しただけすごいよみんな。うん。いや。どうだよ。確かに。あそこ僕投票罰にしとけばよかったな。どこが？この位置？この位置？いやいやいや。あの罰にしても選ばれないから安心して。そうかも。絶対選ばれないから。いやでもあれ罰にしとけば次の遠征でピカさん行けてた可能性あったって。いやどうだろうな。なんとも言い難いですけどね。むずいね。でもこのみんな罰出ししたの偉かったね。うん、偉かったと思いますね。偉い、すごい。ここはワンチャンあると思ったから私押してますけど。思った、私もワンチャンいけると思った、ここ。めっちゃおもろかった。罰攻めめっちゃおもろかったな、マジで。一番おもろかった、マジで。上手だね。いや、でもここの丸を拾うのがね、マジで賢かった。スパイ側が。この藤宮君の丸を拾って、うん、マーリンやからそのね、ピカさん見えてなくてみたいなのはうまかったマジで。うん、5の1が単人外プラスマーリンか。そう浮いてたね。見えてないってなったら逆にマーリンじゃないとはならないの。見えてないからなん。あ、じゃあ、モードレットが見えないから、うんうん、見えてるとこ見えてないところを含めたくなるよねって話です。でマーリンだったら警戒するっていう発想にはならないですか。
あ見えてないから。あモードレット警戒。どちらかというと警戒度が高まるのが全く見えてない方かなと思ったんですね。はいはい、なるほど。全く見えてないと本当警戒度が高まるから、逆に言うとマーリンっていうのは見えてる情報がある分だけその警戒の度合いが下がりやすい。そうやね、確かに。そうだね。そう、そういった感じの感覚からですね。いやおもろ。ただいま。帰り。帰り。はい。みんな上手だになってきたね。おもれ。おもろい。うん、ノスケ MVP だと思うな。ノスケの議論もかった。うん、マジ？ノスケも全然連れて行ってもいいかなと思ったけど。うん、うん、私視点結構ね。そうそう、俺一回も最後の最後でようやく連れて。ちょっと俺スルバンしてた。最終兵器じゃん。ずっと手振ってたもん。そう、みんな行くのバイバイって。はい、じゃあもう一回やりますか最後に。はい。うん、おーい、やろやろ。来い。まあリンと。マリンしようと。マリン。モードレットと。人外じゃ、人外じゃない人選びます。はい。はい。選んでくれ。失敗2で帰ってきてほしいよな、1回ぐらい。俺が選ばれなかったらマリンではないと。あれ？シンタロさん。お、新しい。新しい。いや、もう人外じゃない人見えてるから。ああ、そうね。いや、これ失敗してほしいな。失敗してほしいな、なんか助かる。失敗に来ないかな。おぉ、あら、おぉ、失敗に来ないかな。自分のこと信じられへん。あら、失敗すんのかい。慎太郎さん人外でしょ、これ絶対失敗。マジ無能がよ。どうしようこれ、どうしよう。いや、のすけさん、自分を含めてさらに3新たに選ぶしかないね。でもこっち3分の1だから、この中の黒結構いいんじゃない。この丸入れない、入れない方がいいんじゃない。いや、入れない方がいいと思う。うん、私もそう思う。じゃ、何が何が、ああ、まあ、ね、入れてもいい、入れてもいいよ、入れてもいいけどってぐらい。入れて成功したらその人白角っぽくなるはなる。でも3分と6分の2だから変わんないか言うて。3分の1は必ずいるけど、3分の2いる可能性もあるってことを考えると、確かに3分の2を引く、引きに行った方がいい。そうか、確かに確率上はそうだ。あ、そうやね。あのね、この3人はたさこ4つはてらぞの中には少なくともっていうか、まあ1しかいないと思ってて、うんうん、俺はね、うん、ハンタ早かったよね。そう、確かに早かった。そう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 、だから、まあ、1しかおらんと思うから4人これずらすわ、上から。上からずらす。いや、慎太郎さん入れない方がいいんじゃないの？慎太郎さんが選んで。ああ。選んでないやば。ああ、そういうことね。あ、ごめんごめんごめん、やったかもしれない。あるの。あ、でもまあ。一回反対してく、そしたら。え、どっちでもいいんじゃない？その、まあ慎太郎さんが一の一選んだからってことだよね。うん。適当に選んだだけです。全然わかる。選んです。全然わかる。選んでるってことか。まあ、こんなこと。どうなんやろな。でもね、やっぱ僕はね、初手罰を押す人怪しい理論を振りかざすよ、今回も。あー、そうなんだ。あー、よっさんは怪しい。あー、いいよ、怪しいでもらってもいい。マーリン。まあね。出してくれました。じゃあ、こうしようかな。ライドさんも白いな。おー、ライトさんはかなり白目かなって。警戒具合白いね。やったね、さっき黒置きされてたもんね。今度は今度の人生では白いんだね。じゃあまあのすけさんのその選出のまま、そのなんか3人の中にいない人から、うん、プラス新のすけは選ばないでいきます。だから藤宮さんあたりを含める感じかな、上から順番に行くんだったら。ライト、いや、僕はライトさん結構白目に見てるんで、わかるわかる。ライトさん入れて、まあ上から順番にサックン入れるんですけど、バツ入れてる人の方がさっきのターンちょっと白いかなっていうので下二人って感じ。ちょっと藤宮には申し訳ないけど、いいんじゃない。まあまあまあ。初手だから。おお、入れてくれるんだ。これはエミネイトわかんねえかな。それはいいっすね。うん、むずいね。むずいね。むずいな。これのメリットとして何がある？二郎ワンちゃん入ってる？そんなことない？
どうだろう。ワンチャン入ってると思う。俺視点はほぼないけどね。寺蔵さん視点は成功で帰ってこれ。二郎入ってるんだったら多分罰のところに2いるのか1いるのかって多分考え方が必要かな。投票罰が3名で丸屋さ酒屋さんが1名丸だから。なんか例えば罰に1人いるんだったら丸1が酒屋さんでほぼ確定みたいな感じの状況になると思う。そしてスパイ側がここで罰2回とも入れるのかどうかじゃない？はいはいはい、うん、こんなものは認めない。俺たちなんか怪しくなってきたぞ。怪しい。もう俺おらんしなと思って罰しちゃった。あ、僕いないしね。うん、そう。困るね、ちょっと。俺か俺以外かみたいなやつね。そうそうそう。なんと話通して俺だけ。ノーランドさん。ああ、めっちゃいいじゃん。え？夜よ。ほら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 。こちら。ナイスナイスナイス。後ろです。やっぱり上二人ジンクやば。さよなら。ってことはですよ。僕を、うん、比較的僕も白くなるこれで。お、成功させる。確かに鳩さんだいぶ白くなったね。ね、そうですね。なんだなんかね、これ僕戦。どうなんですか？慎太郎之助二陣外だとしてももう一人が賛成をする意味あるんですか？もう一人の陣外か。賛成。透けないために。逆に透けすぎやろ俺ら。これどうですか、やっぱこれが無難じゃないですか。うん、ああ、でも、なんじゃない？ああ、なるほど。なるほど、そうずらすのか、なるほど。ーああ、確かにいいですね、これ。今の罰の精査の差。これ多分、これで多分、失敗されて、なんか失敗しても多分、絞りやすいと思うね。うん、確かに。いいと思うよ、結構。いい塩梅だね。なんかいいって思うって肯定的なのしか生まれてこないってことは？やれば僕働いは白でいいと思うよ。同じく同じく。どういう状況？だからこれで成功が出るんだったら多分ピカテラゾーまで白くなるし。そうですね。これでもし失敗したら多分ピカテラゾーと VS になるよこれ。うん。もしかしたら違うのかもしれないな。え？あんまりね、あのね、自分の思考固定しちゃうとね。そうだね、柔軟に行きましょう。柔軟に。そうかも、そうかもぐらいで。成功しそう、その全部丸。怖わ絶対怖いでしょ、こんな。あらー、まずらそうだな。ああやってますよ、これは。やってますね。へぇ、ここからは。働いしろ、テラクタン。ここからはあれやね、二人入れなあかんねんな。あ、そっか、寺蔵さんってそもそもそうか、最初の3択のうちの1人か。いや、俺視点はピカさんが怪しくなっちゃうな、これどうしても。いや、まあ、だと思うよ。私目線も寺蔵さん怪しいから。え、ちょっとね、そうなるとね、ちょっとめんどくさいのが、与沢さんの判断がどうなるのかなって感じかな。その2人入れなかったとしても。寺蔵さん黒で置いたら、与沢さんは白くなるんじゃない？そうなるとは思う。うん。与沢さん白だったら、うん。あ、そんなそこ白気だから。うん、まあでもな、初手に二陣がいたらどうしないだろうかな。いや、初手に二陣がいたらこんな綺麗に一望が決まるかね。畑迫白置くなら私視点は寺蔵さん黒角になるから。うん。寺蔵さん入れれなくて。うん。ただピカクロスが繋がってるように見えちゃう。寺蔵さん黒で置いたらピカさんも連れて蹴る。蹴る。繋がると言われてもな。働い。いやこれね、四つ葉ピカクロスだよな。でもこれ、うん、多分ね、否定しちゃうとマーニンが透けるからね、できないだけだと思うから普通のレジスタンス陣営が否定してほしいんだけどな。俺以外誰もその事実否定してないじゃん、俺が黒だっていう。ああ待った、テラゾーさんか四つ葉さんのどっちかにモルガナがいたパターン、最初の3の中で。モルガナって結構最初賛成しやすいから、うんね、もう片方のスパイ陣営が、同調して、妨害をしたっていうパターンはあるかな。だから一応ね、寺蔵四葉はね、入れてほしくない。四葉は選手だけど。四葉もなんだ。そう。で、入れるとしたら、畑迫ライトは入れてほしい。うん、畑ライはまあ、うん、軸でしょ。入れた、畑ライは入れた。で、多分、慎太郎之助は選ばれないと。ちょっとお留守番です。寺蔵さんが声を上げるそうだよね。あのね、マーキが声今上げられないと思うんだよ。え、ちょっと待って、これ私視点の話なんだけど、私入れないで、私の対抗の寺蔵さん入れない、慎太郎之助入れないってなると、
あ、5人しか対抗テラゾー三人がいや、そもそも対抗って置いてること自体がそれって畑作を信用してるってことになっちゃわない？畑作さんを信用してる。まあ2の2で成功させてるっていう点が。畑さんが白くて、それを言った畑さんも白いみたいな感じじゃない？そうですね。え、みんな視点は。2の2で成功すると言っても、多分2の2で選出した人の中にスパイいたんだよ、これ。まあまあまあ、そうですよ。でしょ？で、それで完全に信用して、俺黒置きっていうのって決め打ちが早すぎないかな。それだっていくと寺蔵さん目線ピカさんが人外になって初手は僕を白置きするんだったらよっちゃんが人外になってよっちゃんピカさんになるんじゃないですか。俺は畑作を信用してないって言ってるわけじゃないんだよね、うん、畑作を白置きするの早すぎて俺黒置きするの早すぎないよつはっていう話ね。あ、でもね、しょうがない。なんだっけな、畑ライトを白置きしたんだよね。うん、ってなると、1の1のターンで畑作が白になっちゃった時点で、私視点は寺蔵さん黒角になっちゃう。いや、わかる。だからよっちゃんの視点は寺蔵さんになるし、寺蔵さんの視点やとよっちゃんに。そう、ここも対抗なんだね、じゃあね。うん、で、寺蔵さん視点よっちゃんになるんやったら、寺蔵さん白の場合はだからその2の2の畑作のところはそれね、ピカさんになってるのは作さんの、なんか畑作ライト作や藤宮でいいんじゃないっていう。あ、なんか多分よっちゃんモルガナだったら多分マーリンから、ね、これ俺一回反対したいけどどう思う？あ、全然いいと思う。あ、任せる任せる。結構ミーに反映したけどね、私ね。いや、なんかそのっていうのもなんか今妖芸地の人に委ねるのが怖い気がする。あ、そういうことね。うん、でも隠し城まで持ってくにはターン数足りないよ。あ、じゃあ逆に今作屋さん、あ、どちらかというと次の作屋さんがどう選出したいかによって決めればいい。うん、そう、なんか隠しろっていうよりもなんか、なんやろな、黒の濃度が多分高い人に選ばれるのが怖い。でもこの中にニシンがいるの？なんかね、なんかそんな気がする。なんかこの選出がね、仮に四つ葉さん、あ、ごめん、俺が言ったらダメだな。竹さんどう思ってる？まあでもいいと思うけどな、これ。あの旗作を白く見てるから、畑ない四つ白、四つ寺が入ってなくて、うん、まあ割といいかなと思うけど、この後任されても結構困るかも。どれ選べばいいのか。ノスケ的にはどうなの？私が選んだから気に食わないってだけ？選出自体には文句ないの？あ、そうそう、だから全然、例えばで、じゃあ例えばよっちゃんが白であれ黒であれ、うん、この選出に人外がいないかもしらんけど、だとしても一回流したいかなって感じ、俺は。ちょっと流して、サッカーがもし同じ人を選出してそれで行くっていうのはなんか変わるの、のすけの中で。いや、でもそれだと、ね、でも結構みんな目線でどうなん？オール渡せる？委ねられる？私にってことですか？そのだからそもそもなんやろな、だって1の1で妨害が出てるわけやろ。うんうんうん、俺は正直3人の中の1人なわけやん、これは。だ、結構だから他の4つやつよりも確率が高いわけやろ。4分の1とか、畑作白で置くなら4つ派、そうそうそう、だから2分のってことだ、ね、そうそう、4つ寺で、俺の中で4つ寺が分からんからっていうだけ。あ、だから全然で、あの秘訣の回数は5回あるから全然スルーしとくやと思うよね、俺は正直。うんうんうん、だって5回チャンスあるから秘訣、うん、5回したら多分なんか遠征失敗扱いになるか忘れたけど、次の俺も選ぶのはそんな変わらないと思うけど大丈夫？そしたらまた引き下がって次になっちゃうけど、藤井寺ピカまで行っちゃう。まあまあ、まあ、結局投票はまあおのおの自由だから。あ、そう、タック藤に選んでもらうのがまあ綺麗そう。ピカさん黒で見てるけど、ピカさん以外は白く見えてるから賛成でもいいのかなって思うけど、うん、今一応バツしといたわ。お願い。ここでもみんなに共有だけど、5プラスの時は2妨害で初めて失敗しています。そう、うんうん、はい。あー、そうなんだ。うん、めっちゃ寺蔵さんが白く見えるな、これ正直。まあでも丸通っちゃったからね、寺蔵さんはバトを襲うだろう。いや、そうだよね、丸通ったから。うわ、悩んどんぞ。どうしてもな、なんか怖いね。何なのこれ、何の時間。みんなもう一回一応押したと思ってた。イエーイ。あー、やっぱ四つピカなんだ。あーはーはーはー、やっぱりやったー。藤見私だと思ってくれた。
いやー、ツーピカーは繋がってるよね。テラゾーさん黒どいたら、まあ、よさ、白になっちゃうからね。うん。これ、二神街？そう。合ってるか？パクヤー、スカクロスだね。ピカさんがそう。サクピカが。これ、二神街ではないか。くん、わかんなかったね、いやなんかまあよっちゃんが選ぶから正直絶対ここ流しとくやと思うけど俺そうそうそう流すべきだったか、うん、流すべきだった、ね、いやしゃあないしゃあないこれうまかったねよっちゃんがやったぜジジイジジイナイスナイスお寺さん白かったね、うん、頑張ってた、うん、頑張ったけどねいやでもサッカーは分かんなかったな、うん、でも結構スパイ目線さ周りに分からんかったやろお分からんかった私は ね私はだけど2人はどうだった代わりに言ってくれてたからみんながそうそうあれその周りに言わせちゃいけないなと思ってもう寺さんがね、うん、めっちゃ言ってくれたから、うん、寺蔵さんかなって思ってたよ、まあ、いやでもなんかこの辺、まあ、9人ってもしかしたらもうちょいバランス悪いかもしれないですねなんかもうちょっとやりようがありそう9人うんうん結構役職パターンもいろいろあるので、うん、そう次回やるときにはもっといい感じのバランスにした方がいいかもしれない、多分今回ほぼモードレットを消した方がいいんかな。モードレットが強そうだね。強いね。うん、強いな。モードレット入れるんだったら11人ぐらいいた方がいいかもしれないな。すげえ面白い。面白かったね。単純やけど。ちょっと寂しいけどね。そうなの。可愛くないのよ。そう画面めっちゃ寂しい。画面が配役のなんか画像とかあればいいんだけど。ね、なんかね、可愛いあれがあったらいいけど。あ、これが唯一村が勝率高い配役かな。あ、やっぱあれだね。モードレットがいない。そうだね、マリンの情報がすごく生きるからね、これだとね。うん、あ、これあれやね。そう、あの海兵や。三人街でも見えるんだ。三人街のあ、え、これあれかスパイか、スパイが2やからモルガナがおらんねんな、そもそも。そうだね。だからマーリン、パーシバル目線マーリン絶対つけるし。おお、そうか。いう感じだね。村井優。強い強い。でもこれでも 57% やねんな、青。か、青の勝率。確かに。いやでも57も相当高いと思うけどね。相当高いね。いいでしょこれ。あの7人ぐらいがね、ベスト人数らしいから。7人。そうなんだ。そう。またやろうぜ、面白かった。やったね、面白かった。面白かった。ぜひぜひということで今回は初めてのトビウニレジスタンスアバロン会でありました。はいはいはいです。またやろう。ボードゲーム結構楽しいからいろんなのやっていけたらいいね。うん、楽しかった。はい、ではいつもので締めたいと思いますよ。はいはい、せーの、おつゆにバイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。はい、お疲れ様でした。みんなお腹減った。どうでしたか本日のレジアバ。こちらちょっと本当に画面が寂しすぎ問題勃発しとるんやけども、ほんまにね、私結構好きなので、これ今日初めてできてよかった。見てよこれ、この私が作ったレジュメ、これもトビウニ始まった日に作ったからいつかやりたいと思って、ご説明書をね、あの初日に作ってね、サーバーには投げてあったんだけど、もうちょっとなんかこうアイコンとかね、役職のアイコンとかがあったらね、わかりやすかったかなと思うんですけれども、みんな楽しんでくれたみたいでよかった。やっぱ正体秘匿系のゲームがみんな上手だし好きだと思うので、レジアバねそう、マジマーリンの立ち回りむずすぎ問題だよな。一回マーリンやらないと、自分がマーリンの時に味方にどう動いてほしいのかとか、その周りの援護の仕方がね、難しいんだよこのゲーム。そう、ピカさんとバチれたんでね今日はねでもマーリン透けたんでね面白かった。ぜひみんなにも、このゲームね、サイトでできるので検索したらすぐ無料で、ぜひ遊んでみてください黒角になるのおもろすぎるでしょ。いや、お寺さん結構気に入ってくれてそうだったので、ぜひね、なんか他でもやっていただけるとよかったな。楽しかった？よかった。リスナーさんもね、一区系のゲーム好きだろうから、
気に入ってくれてたなら嬉しいです。ありがとうございました。今日持ち込みでレジスタンスアバノンやりました。最後まで見てくれてありがとね。今日はこの後21時から先端戦、24時半からショボットハンガーとなっております。なっておりますか？本当ですか？見てきます。ボドゲ大好きなので嬉しい。よかった。今日もね、結構フェインだったり、あとガーフォンとかの案をね、ツイッターで募集した時にリプくれたんだけど、ちょっとフェインが9人だと微妙かもっていうお寺さんからの意見があって、おーんじゃフェインじゃないやつにしようと思って、でなんかお邪魔者っていうのもあったから、あ、じゃあボードゲーム系いいかなと思って今回こんな感じにしました。おもろかった。あ、よかったです。はい、ぜひもしね、行ける方はなんかもっとおしゃれなサイトを作ってくれると嬉しいんだけど、ほんまじけないのよこれ。わかりやすいんだけどね、嫌いじゃないんだけど、どうしてもね配信映えしないからね、これこれエクセルじゃないんだからね。え、そんな感じです。変なとこに唾吐いた。スカル初めて聞いた。ちょっとメモっておこう。ありがとう。みんなにね、急遽ゲームを募集する時もあると思いますので大丈夫。今呼吸した時に気管に入ったわ。はい、ということで終わりにしたいと思います。ぜひ、チャンネル登録高評価よかったらよろしくね。今日のツイートの感想はシャープ飛びうにでいただけると大変大変嬉しく思います。次回の飛びうにいつですか？Google カレンダードゥン27、そうだ、金土って開くんだね。次の日曜日にまた飛び湯にありますので、お会いできたら嬉しいです。そして明日はさっくんの誕生日。飛び湯にはありませんけれども、さっくんの誕生日なのでみんなでお祝いしましょう。今日のショボハンにいるかな、ちょっと見てきてもいい？ショボットハンガー、ショボットハンガー24。いないわ今日昨今おらんわ、寂しい。はい、でそんな感じかな。なんかあるかな。あ、そう、4月1日にね、なんと2次会、飛び湯に2次会フロップナイト入れましたんで楽しみにしててね。4月1日の24時半からの予定です。メンバーは見てみるよ。あら、あさこちゃんがサムネ作ってくれてる、優しい。フロップナイト、あ、たかさんもありがとう、退院おめでとう、よかったです。ゆっくりね、治りきってたならいいんだけど、お大事にしてください。あと、ふみえさんも、今月すばちゃんありがとね。4月1日、フロップナイトのメンバーは、慎太郎、ヤンミ、ヨツハ、ピカクロス、サクヤ。デバデみたいな。かくれんぼデバデみたいなやつです。なんかね、やることになったので、よろしくお願いします。そんな感じで、まだまだ配信続きますので、今日もよろしくお願いします。木曜日、明日で。週末頑張りましょう。ではご飯を食べるのだ、急いで先端戦までにご飯を食べるのだ。みんなまた後ほどおつゆにありがとね。バイバーイ、またねー。あー